てんさん、こんばんは。はい、こんばんは。いらっしゃい。ちょっとスマホの方で読み込みが間に合わなくてポークができなかったので、また後ほどポークします。で、これパソコンからでもできたらいいのにね。なんでできないんだろう。急げ、やることが多い。よいしょ。の自動でツイートとかしてくんねえかな。連携してるツイッターでそうしてくれたら一番楽のいいな。今日はパート12。ありがとう、すまない。いや、本当はね、ボケしました。本当は11時ちょうどにね、やるつもりだったのに。ボケを返しました。ありがとう。よし、まだもろもろ終わってないんだけど、とりあえず間違えた。オンラインにして、レースの挨拶して。パワッと。で、私、漁師だったよね。うん、で、よし。それで早速行きましょう。11時になったんで、船が出発する時間になりました。ドリスク・トータさんに話しかけて、エンデバー号に乗りましょう。で、24人コンテンツなんで、一応。チューディレアトスって、これを一回パーティーリストをなしにします。OK。これ大丈夫でしょう。月天さん、今日人いるかな？船。あれ？今日何人いるかね？もう、だいぶ、ちょっと、旬のコンテンツではなくなってきたせいで、ね、出た人ですね。ストレージの空き容量がありません。ちょっと、この待ち時間の間に、スマホの画像の整理をさせてください。早い。はい、突入。24人揃ったら、船が出発します。ちょっと撮りすぎたかな、また余計なスクショとか、写真とかを撮りすぎたせいで、スマホがいちいちまたなんかね、ごちゃごちゃ言うようになっちゃって。今日から一種復興始まってるから。ああ、そっか、そっちもあるのか。私もイシガルド復興まだやってないんだよね。それもね、今後やっていきたいよね。よし。あ、はい、始まりました。あ、キャラクターをね、そう、ずっと置いといてたから、なんだっけ。はい、こんばんは、いらっしゃい、ありがとう。ごめん、今。じゃあ、ポークできなかった。すまない、ちょっとずっとね、さっきから。あれなんだよな、スマホがね、なんか、空き容量がないから、削除しろって言ってね。あ、ちょっと動けない。間違えた。で、まず、やることは、ここで餌を買います。私はとりあえず、これを50個ぐらい買っとけ。で、そしたらですね、適当な場所で釣りを開始しましょう。まず、釣りを選んで、私はこれがいい。大型の鳥じゃなかった。魚が欲しい。で、ルアーを投げる。で、夜なんで釣り竿を光らせておきましょう。で、6分半ぐらい。おきに、3周、ぐるぐると、海を回っていきます。で、その間に、どのぐらい釣れるかっていうお話。で、ストレージの空き容量がありませんっていうね、表示がすごくうるさい。あー、間違えた。で、釣り竿が引いたら、バーンと、あ、ありがとう、チョコレート。チョコレート送りましたってなってるんだ、今。面白いね。今さ、ポークできた？私。ポークできたかな？よいしょ。ポークしてなくない？もう一回してみ？もう一回していい？いや、ダメだ。ちょっと待って。こっちで見よう。いや、まだ。まだしてないだろう。ちょっと、いろいろなことを同時進行でやってるから。ライバーが、猫がきしずく。どう？ボケしました。これで、できてるでしょう。レオパードイール。よいしょ。すまん。ちょっとディスコードが、あのね、動いちゃうとね、体を動かしちゃうと釣りやめちゃうんだよね。なので、
体を動かさないようにしましょう。ファイルの削除の通知うるさまじ。で、釣ったその超過っていうのかなはここに書いてあります。レベルが上がりました。早いね。スニークが使えるようになりました。自分のレベルプラス4以下の敵に襲われなくなるっていうやつですね。でもまあ今いらないんで置いておきましょう。まあひたすら釣って釣りまくるというゲームです。で経験値がね結構いっぱいもらえるんで、よいしょよっと、レベル上げにはいいんじゃないかなって思うんだよね。こんなに1442ももらえるんだよ。ちょっと頭サークレットつけてくればよかったな。これね、フレンドシップサークレット、ちょっと後で着替えよっか。もううるさ、ストレージ容量な気がうんたらかんたら。このスマホやだなマジで。あ、猫垣しずくさん、チョコレートをお届けに。ありがとう、チョコレートをお届けに参りました。ありがとうございます。ちょっとこれだけ、これ買いようね。あ、釣竿をしまわないと装備が変更できない。よしよいしょ、どんどん釣りましょう。で、まあレベリング以外にもこの船に乗るメリットっていうのがありまして、アチーブメントリストを開いていただいて、ちょっと待ってね、アチーブメントリスト開いて最終の漁師っていうところよいしょの、ここら辺かな。オーシャンフィッシング。私シングルタスクかな。あ、間違えちゃった。あ、違う、間違えてないけど取られたわ。間違えちゃった。間違えてないってだから。ちょっと今日ね、今日疲れちゃったからさ、ボケボケだわ。ちょっと許してほしい。とりあえず釣って。はい、レベルがもうサクサク上がりますね。で、1回の、航海で5000ポイント以上の超過点を記録するとですね、ミニオンがもらえます。さらに1万ポイントだとマウントがもらえるので、みんな、これのために頑張ってるっていうのもあるね。あとこういうのとかね。猫垣雫にポケしました。ありがとう。猫垣雫さん、ライバーにいいねしました。なんか、それ、あ、いいね、ありがとう。あれ、私今さ、別にポークしてないのになんかポークした判定になってんだけど怖くない？怖いんだけど。いつの読み上げそれ。猫垣しずくさん、ライバーにポケを返しました。ありがとう。ありがとうございます。で、魚がどんどん、バッグに溜まっていくんだけど、これはまた後ほど整理しましょう。ね。とりあえず今やることは、釣ることだけ。で、キテンさん、コメントだいぶ遅れて反応してる。やっぱり、そういうことか。今は割とリアルタイムだったんだけどね。なんかちょっとラグったね。ラグる時もあるか。しょうがねえよな。キテンさん、ね、今は大丈夫みたい。よかった。なんかね、たまにラグる、配信ラグったりとかさ、なんかぐるぐるリピートしたりすることがあるみたいだね。ループしたり。怖いね。まあ、サーバーが台湾にあるから、しょうがないね。多少はね。あと1分40秒したら、ここの海とはさよならです。ガラディオン1。ね、みんないっぱい釣ってるね。多分レベルが高いんでしょう。装備もいいんだろうし。バイモノちゃんはまだまだ、装備がクソ雑魚なんで、そんなに大したも釣れないんだけど、とにかく釣ってレベル上げて、早くいい装備を着れるようになろう。よいしょ。よいしょ。どんどん釣っていこう。でね、こういう時ね、暇なんで私は横で、動画を流しながら、釣りをしたりとかしてますね。これはですね、24人パーティー、24人コンテンツなんですけど、8人抜けたんでライトパーティーになりましたね。限界流っていう、なんかすごい、なんだ、引きが良くなる、なんか、海流を釣れる、あれがあるんだよね。タイミングみたいな。運、まあ運なんだけど。でその幸運の、海流がなかなか上がらないと、帰っていく人がいます。まあでも気にしないでおきましょう。はい、じゃあこれが上がったら次のところに行くので、その間にですね、魚は売ったり自分で調理で使ったりするのもいいんだけど、私はとりあえず分解したいんだけど、
分解しようと思ったらですね、私調理師とかあげてなかったから分解できなかったね。そういえばね、調理師もあげないといけないね。邪魔だね、この魚。この魚邪魔だね。帰ったらギャザクラの、説明もしましょう。とりあえず今ギャザラの、漁師というものをやっております。で、一回一回ね、こうやってムービーが入る。ああ、ありがとう。ミュウありがとう。あぶね、写真撮れた。よかったよかった。ミュウ。ありがとうっす。さあ、新しい海だよ。お、コスタデルソーだ。月千二さん、ハッピーラマをそんなマンの。そんなもの、ハッピーラマ。ハッピーラマ、ありがとう。かわいい。かわいいの増えたね。17。かわいいの増えたね。ありがとう。メルトール海峡南に来ました。向こうに見えるのがコスタデルソル。この間、3種のチンミプラスワインクエストをやった、ところですね。元海遊旅団の人たちが、いるところです。よいしょ。どんどん釣っていきましょう。周りの人間なんか気にしなくていい。とにかく自分のレベルを上げることを目標にしていきましょう。レベル10になったんで、ある程度装備を、切れるんじゃないかな、これ。ま、これはまだか、12か。あ、ぼーっとしてたらね、よそ見してると餌だけ取られちゃうんで、ちょっと、ちゃんと画面の方にも集中して見ておきましょう。綺麗だな、しかしな。眩しい。かかりました。引く。大型の、魚を今釣ってるんで、モーションもそれに合わせて大振りになったりとかするのが面白いよね。ただ私のこの釣り竿というか装備レベルだと、なんかしょうもないマリンボムしか釣れない。よいしょ。サニーバタフライ。ただ新しい魚とか、まあ HQ とかをどんどん釣っていくと、経験値が多めにもらえるんで、別にまあ損はないんじゃないかなと。ほら、すごいいっぱい経験値入ったね今。もう一回釣ったら11になるんじゃない？サクサクっと12にして新しい釣り竿を装備したいところですね。せーの。あー、もうサニーバタフライも釣ったやつだから経験値あんまり入んなかったわ。いいね、みんなどんどん釣れてる。あ、間違えちゃった。はい、アホ。はい、釣れてるよ。こうやってみんながね、釣りしてんの見るのも好きなんだよね、結構。はい、上がりました、11。あともう1レベル上がれば新しい釣り竿を装備できます。服はもう変えられるんじゃないかな。あー、結構変えられんね。後で変えてみましょう。よいしょ。綺麗だな、しかし海がね。この海結構好きなんだよね。やっぱり日が高いうちに来れると、この海の透明さが見えるんでね。結構いいですね。で、一回装備を変えてと。ちょっとダサいのはしょうがない。許して。どうせ、キャラクターなんか見ないでここしか見ないんだからいいやろ。な。ここで、ミラージュベルト使えないしね。まあ、これで、獲得量と識力が上がったんで、多少、まともなものが釣れるようになるんじゃないかなと思います。お、いいね。結構でかいよ。モーション。せーのと。モバラモラ。センシティブじゃなければ何でもいい。そう、センシティブじゃなければね。これはもう完全にもうセンシティブとは無縁の格好ですね。まあ、キッキだけど。人によってはなんだこの黄色はってなる色合いですけど。さあ、釣って釣りまくろう。よいしょ。HQ も釣るようになってきたよ。いいね。OK。あ、12になったから、新しい釣り竿できんじゃん。よいしょ。で、ちょっと頭をこっちにしてね。間違えた。こう。よいしょ。この柱邪魔だから、後で位置変えよう。ヒュン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 、いい音してるし、隣の人はとてもいい釣り竿を使っているな。早く私もかっこいい釣り竿が使えるようになりたいね。よいし
はい、マリンボム。もうちょっと こっちの向きで釣らないとさ、なんか見づらいんだよ、ほら。ここに引っかかるから、この柱の部分に。位置取りも大事。飽きてきたら別のとこに移動すればいいんじゃないかな。多分どこ行ったって釣れるものは変わらないんだろうけど。気分を変えたければ、ね、いろんな、例えば、このマストの先っぽのところに立ってみたりとかね、そういうのもありなんじゃないかと思います。はい。かかったかかった。いいよ。よいしょ。メルトールバタフライ。釣った魚はここでね、先着というか、まあ、次々と更新されていって、詳細も見ることができます。メルトール海峡に生息する、トゲを持つ小型の海水魚とか、回遊する鮮やかな模様の海水魚とかね。なんか、魚拓っていうのも新しいアイテムで出たから、まあでもハウジングがないからな、今な。ハウジングはまた、ハウジング系は後ほど解説しよう。魚拓についてはまた今後ということ。おー、綺麗なの釣れたね。スペクトラルディスカス。限界量の影響を強く受けたディスカス。まずディスカスってなんだよ。ディスカスってなんだよ、まずよ。そこからだろ。でも希少魚って書いてあるから。結構いいんじゃない？まあ、大した値段にならないだろうけど、でも。ジャギーシードラゴン。海藻に擬態する小型の海水魚らしいです。おお、結構かかるようになってきたな。誰か限界で引かないかな。よっ。ラシアンジェリー。ラノシアンジェリー。昨日、アークの配信中に真っ先にクラゲに殺されたことを思い出すね。まさかアークにあんなでかいクラゲが、ね、更新されてるとは思わずにね、近寄って行ったら敵対生物だったっていうオチね。びっくりしたわ。よいしょ。上がれ！イエーイ！もうもらもら。メルトール海峡周辺の海面で見かけられる巨大海水魚。はい、無数に、あれだね、なんだっけ、こう、マンタじゃなくて。あれ？これなんて言うんだっけ？これ。日本語で。これ日本語でなんて言うんだっけ？あれ？クソザコ魚。クソザコ魚って被ってるよね。なんだっけ、出てこなくなっちゃった。もう今日ダメだ。今日もうボロボロだわ。疲れてるから。はぁ、あ。で、3種類の海をぐるっと回っていくんで、次がラストですね。最初、レベル確か9とか7ぐらいだったのが、もう12になったからね。早いね。かわいいね。みんなそれぞれね。立ち位置が。これどういう立ち位置になるの？決まってんのかな？自動でなんかそこのキャラクター置かれるんだけど。次は？お、いいね。どこ？なんか見たことあんな。ラノシア、違う、木の形的にウルダハだね。ウルダハっぽい木の形してない？あー、やっぱウルダハだわ。家具で見たことあるもん、あの木。ロータの海域です。はい。海の底が見えないね、今度はね。さっきのは結構底が浅い海だったけど、今回深い海ですよね。あれ、あそこら辺の遺跡は、なんだろうな、トンベリとかがいるところのやつかな、あれ。よいしょ。トンベリとかがいるところっていうか、学者クエやってないとわからんが。よいしょ。クリムゾンモンクフィッシュ。ロータの海に生息する誘引特許を持つ深海魚。アンコウだね、アンコウ。いわゆるアンコウ。よいしょ。よいしょっと、結構大きいね。なんだろう。ロータのサーディーン。銀色の海水魚らしいです。HQ です。やった。やっぱ限界流が来ないからね、あんまりこの超過が良くない、よろしくないんだけど、まあそれはしょうがないわ。結局なんだろうな、色力とか関係あるのかな、運なのかな。低レベル帯の時でも私引いたことあるんだけど、結局運なのかね。あーごめんごめん、釣れてるね、釣れてた。よっ。よっ。
よいしょ。いいね。ロータのフワー。あと、ロータのワッフー。回遊する、中型海水魚。しかし、よいしょ。いろんな魚がいるね。これだけの魚を実装するのは大変でしょう。よいしょ。イェーイ、上がった。もうどんどん、この、あれだね、低レベルだから、あ、間違えた。間違えて体を動かしちゃった。スペクトラル系釣った時に確率でっていうのが今のところの予想。あー、そういうことなんか。じゃあ、さっき、もしかしたらね、私限界流引けてた可能性あるね。惜しかったね。あとなんかたまにさ、ルガディン族の男と目が合ったとかいう、テロップが出てくるときあるよね。ちょっと怖いけど、ここら辺にさ、なんか、なんかレアな魚が釣れそうな予感がするみたいな感じのやつ。ああいうのも引きたいんだけどね、配信でね。配信じゃないときに引いちゃうんだよ、ああいうの。配信で見せてほしいんだけどな、限界量頼むよ。誰か引いてくんないかな。これが最後の海なんだよな。4分の間に誰か引いてくれませんかね。よいしょ。クロムハンマーヘッド。これ、現実にもなんかいるよね。ロードの中に胸をなして生息するサメです。それをカバンの中にしまってるんだよ、こいつらは。すごい量の魚を。怖いね。よっと。ディープシープレイス。ヒラメだな。平たい海体。平たい魚体の海水。平たい魚体の海水魚か。なるほどね。さあ、釣って釣りまくれ。これ釣りしてるとね、なんかお金もらえるんだよね。千ギル手に入れたって書いたんだけど、今。お金も一緒に釣れんのかな。そんなことある？2分前に千ギル手に入れたってあるんだけど。いいね、みんな、釣りまくってる。釣って釣りまくってる。よっ。月天さん、攻略手帳かな。あー、そっか、攻略手帳か、忘れたわ。おー、来た、限界流来た、来たぞ。さあ、超幸運です。素晴らしい。こうしてこう、よし。引きでも取りたい。ルガディン人魚やだな。ルガディン人魚怖いな。ペーシェンス。魚の、HQ 率を 50% アップ。フッキング率成功率が 40% 下がる。さあ、どんどん今のうちに釣りまくるぞ。知らん魚もいっぱい釣れるし、HQ だし、なんか下が緑色だし。ほら、景色も綺麗。チャ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 。どんどん釣ろうね。で、今日分のスクショも撮っとかないといけないから、忙しい。よいしょ。よしよし、いいぞいいぞ。HQ ありがたい。いいね。嘘やん、逃げられたわ。見えなかったわ。あ、早い早い早い。もうこうなると入れ食い状態だからね。釣ったら即。お、漁師の直感。希少な魚類の気配を察知した、状態。特殊な条件からのみ出現する魚類が釣れる可能性がある。っていうバフだね。バフがつきました、今。プロディガルさん。いろいろ釣れてんな。ああ、早い早い早い。岩片前のようなものを見失ってしまった。アナクロス。アロナクス。この限界流が終わる前に、どれだけ釣れるかが、鍵。よいしょ。なんで？餌がなくなっちゃった。とりあえずこれで。釣れるかな？何？餌が釣り場になってないか。なるほど。そういうことか。50個じゃ足りなかったか。もう終わっちゃった。くそー。万能ルアーでも使っとけばよかったね。しくったね。せっかく今、いい感じの入れ食い状態だったのに、肝心な時に、これだもんな。よいしょ。じゃあ、あとはのんびり釣りますか。まあでも、配信で、限界量引けただけありがたいっすね。あれが引けると、もうバカバカ、レアな魚がいっぱい釣れて、どかどか経験値が入ってくるんで、みんなで頑張っていこうねって話。よいしょ。
まあ、とにかくもうやることといったらキャスティングしてフッキングするだけでしょ。で、なんか HQ とか釣りたくなったら、ここら辺のペーシェンス使って、プレジションフッキングとか使っとけばいいんじゃないかなと思います。私もちょっと釣りに関してはね、始めたばかりというか、オーサンフィッシングしかしたことがないんで、あんまり詳しいことは言えない。かわいい。ランプフィッシュ。かわいいね。小型の魚。いっぱい釣れたね、ほら。すごい量の魚が釣れましたよ、今日。ほら、魚だらけになっちゃった。ライバーにいいねしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。バーチャル美少女にまなちゃん、略してバビーマナちゃんです。ライバーがブゼ0255にポケしました。はい、それでは帰ります。限界流2回引けてればな、5000いけたと思うんだけどな。多分5000いかなかったでしょう。クソダサかっこ。みんな疲れて寝てます。あ、ありがとうございます。助かります。フォローさせていただきます。なんか、おいって言われたけど、今。キャラクターに。誰がのキャラクターに、おいって言われた。というわけで、今日の成果です。ダンダン。っていう感じで、経験値ももらえます。何が高かったのかな ?100、153、324。ディープシーイールが、高かったみたいですね。NQ が2の HQ が1と。なるほど、なるほど。この原始的な形態を残した希少な古代魚。なるほど。これも、限界流中に生息する、大型の肉食の魚。大型のダークノーチラス。ね。これは、なんかマグロみたい。あ、サーモンだったわ。川になんか、登ること忘れちゃったブルーサーモンが、ロータの海沖の希少魚として釣れましたね。なるほどね。っていう風に、どれが高かったと。高とかが見れます。自分の成績ですね。ロータの海でパーティー合計で10種類以上魚を釣り上げました。これは多分チェックが入ってないからできてないのかな。よいしょ。で、とりあえず帰ります。で、一回乗っちゃったら、次は2時間後にしか多分乗れないはずなんだよね。連続して乗ることはできなかったはずです。ちょっと帰るの待ちましょう。乗せてよ。ダメですって。で、よいしょ。はい。ここら辺ならわかるかな。次回は1時です。まあ、またちょっと余裕があったらもう一回、ごめん、ちょっとしゃくりが止まんなくなっちゃった。次回、余裕があったら乗りましょう。うまくタイミングがあればもう一回今日乗れる可能性あるね。で、まず、私がやることは、これを、ミラージュプレートで、よいしょ、投影して、あれ。ちょっとラグってるね、今。人が多いからかな。人が多いからラグっておりますけど。まず、道具屋で、もうちょっとレベルの高い釣り竿買っとこうかな、今のうちに。16でしょ?あー、19かー。あ、違う違う、これこっちじゃない、こっちだ。12、15。これ買っといても良さそうですね。よし。で、今のが、ギャザラーの漁師ってやつですね。あ、ちゃんとできてんじゃん。で、次に紹介したいのは、クラフターです。とりあえず、魚をとっとと分解したいんで、とりあえず調理師を取得しようかな。もうストレージの供給量ない。うるさいな、このスマホ。マジで。変えて。で、まあ、ギャザラーっていうのが、物を採集する人。なら、クラフターは、物を作る人です。各都市に、それぞれ、こういうギルドがあるんで、この、青びっくりマーク、プラスマークがついてるやつが、これですね。これはちょっと長いんで、また飛ばしでいきます。気になる人は自分でフリートライアルでやってみてくださいと。で、この人は受付の人なんで、入門の意思を確認しますっていう人の役割だけです。ギルドマスターはこっちです。この人が一番偉い人。どれどれと。才能の欠けの見えたらで、なんてな、顔見ただけじゃわからんぞ、わははと。才能があろうがなかろうが関係ない。大事な料理に対する姿勢だ。そいつが燃えたぎってりゃ、問題ねえ。それで、どうだよ、お前さん。お前さんは本当に熱い気持ちで調理師ギルドに入門したと思ってんのかいと。
これで家を押すと、おっと、どうしたんだ？やっぱり料理は食べる専門店か？だったら外のテーブルで注文するんだな。っていうことなんで、ちゃんとはいを押しましょう。ね。うん、いい返事じゃねえか。お前さんの料理の情熱が伝わってくるぜ。料理を極めるっていうのは簡単なことじゃねえ。俺にしとってコース料理に例えればまだ前菜くらいだ。最後のデザートなんて一生かかっても届くかどうか。それとも諦めずに取り組めるかは情熱次第。情熱を持っていれば教えがいがあるってもんだ。それでお前さんの名は？よし、バビモノちゃんよ。まずはこいつを受け取れ。初心者用の調理ログ、ウェザードスキレットだ。こいつを装備した瞬間からお前さんは調理師となる。装備したらまた俺に声をかけるんだぞ。お前さんがちゃんと装備してるか確かめるからよ、と。いうわけで、専用の、アイテムがもらえます。クラス調理師を、習得しました。習得するとここが1ってなって、灰色からちょっと白っぽいやつになりますね。じゃあスキレットを装備しましょう。で、今すっぽんっぽいになるんで、最強、とりあえず最強装備。課金装備持ってたら、それを着た方がね、ボーナスで経験値もらえるんで、そっちの方がいいかと思うんですけど、ちょっと課金装備はまだこのキャラクター持ってないんで、とりあえずこれで行きます。で、ギアセットも登録しておきましょう。こうしておくと着替えが楽です。スキレットはちなみに、これですね。よいしょ。これ。フライパン。これちっちゃい。これちっちゃいフライパンです。スキレット。あと、このモーションはナイトと同じですね。剣術師ナイトと同じモーションですね。よいしょ。じゃあ、これ装備したんで、邪魔なものを外に追い出しておいて。よし。ちょっと失礼して。まず、ギャザラーは、指定したものを取ってこいって言われるんですけど、クラフターは指定したものを作ってこいって言われます。で、材料自体は、自分がギャザラーになって、外から取ってくるもよし。大抵ギルドの中に、こうやって、アイテムが売ってるんで、ここから買って作るのもよしです。で、今回作るのはメープルシロップなんで、手帳管理のところから、制作手帳、ね、コマンドラード N ですね。N を押したら、この、ウィンドウが出てくるんで、指定されたメープルシロップを作ります。メープルの樹液が1個あればいいんで、これを1個買いましょう。3円です。まあ、取りに行く手間を考えたら3円ぐらいならね、使っちゃってもいいかなとは思うんですけどね。で、手帳はなんかここら辺にぶち込んでおいたら楽です。それではですね、メープルの樹液を作りましょう。制作開始。するとですね、こういう枠が出てきます。ちょっとここら辺難しいから別にいらないと思う。ね。とりあえず今やれることは作業しかないんで作業します。そうすると、工数が進んで、耐久を消費して、物を完成させることができます。で、低レベルでのうちは何かしら作ってたらすぐレベルアップするんで、あんまりレベリングを考える必要はありません。さっさと。なんか急に威圧的だな、お前。まあ、1個でいいんだけど、樹液から3つできちゃうからね、メープルシロップ自体が。どれどれ？どうやって味見すんの？その手袋。こんなちっちゃいんだ。実に嫌じゃった。なかなかやるな、お前さん。新人でここまでできるなら十分だと。ギャザクラやっててさ、こうやって成果物を見せるとね、すごく褒めてくれるんだよね。みんなしてなんかお前天才じゃねえのってぐらい褒めてくれるの。だから、自尊心回復におすすめですね。メープルシュガーにしてもいいって、本当に用途のいいと。メープルシロップだけでも知っておくべきことを覚えるべきことは山ほどあるんだ。うんうん。鍋を振るだけが料理じゃねえ。食材について詳しく知るのも料理のレパートリーを増やすための必要なんだぜ。料理の味ってのは工夫次第で無限に広がるもんさ。だからって焦るなよ。焦らず努力を重ねていくんだぜ。お前さんのことはちゃんと見てるからよ。重ねた努力がこらえになったらまた俺のところに来な。新しい課題用意してやっからよっと。ね。まあ、要するにレベル5になったらまた来てくださいって話です。というわけで、イーカクエストコンプリートです。はい、レベル上がりました。3。ありがたいね。で、物を作るときにですね、必要なのが、この材料だけじゃなくって、このシャードっていうのが必要になってきます。ね。これがないと、たとえこの樹液を持ってたとしても、メープルシロップを作ることはできません。シャードはどうやって集めるのかっていうと、今みたいにクエストをクリアしたら、もらえるし、もしくは、自分がギャザラーになって、持ってくる。ね。
伐採か採掘か、どれかで、こうやってシャードを集めることができます。ね。なんで、ギャザラーとクラフターは切っても、切れない関係なんだよね。ギャザラーをするならクラフターも必要になってくるし、クラフターやるんだったらギャザラーも必要になってくるかと思います。で、分解はできる？まだか、ちょっと、もうちょっとレベル上げない。分解っていつできるんだろう？あ、なんか覚えなきゃいけないんだっけ、分解って。F14。なんかやるんだっけな。どこだっけ？アイテム分解の、あ、やっぱ解放のクエストがあんのか。レベル30、思いをひもとく力。あー、そっか、そっちか。なるほどね。まあ、とにかく、クラフターはまず、まあ、作れるものを全部作って、こうやって、この手帳を埋めていくのも、ありなんじゃないかなと思います。ね。ギャザラーは、その、クラフターのための材料を取ってきたり、あとは、ね、HQ を納品したりとか、まあ、でも納品もまだできるレベルじゃないしな、難しいよね。とりあえず自分の欲しいもののために、作ったり、取りに行ったりっていうのが、メインになるかと思います。レベルが上がると、作れるもの、取れるものがどんどん増えていきます。ね。例えば、そうだな、ゴビーボール、ほら、これ、漁師専用のアイテムをね、自分で作れる、やつなんだけど、水牛乳を自分で取ってくることができれば、自分でゴビーボールを作って、それを漁師の、レベリングに使えるとかね。やっぱりだから、ギャザクラは切っても切れない関係なんだよな。で、私は今どこに行こうとしてるかっていうと、どこだっけ？何しようしたっけ？今日マジで疲れてるな。ちょっとね、今日はね、本当に、まあいろいろあったから、もう頭があんまり回ってない節はあるんだけど、今日はストーリーを進めないからね、いいかな。パーパパー。ちょっとさ、邪魔だから一回入れといていいっすか、これ。私しかいないし。また、あ、じゃあ、月天さんいるけど、月天さんあんまり使わないでしょ、この、カンパニーチェストなんか。月天さん、今日ぐらい休めばいいのに。いやー、でも休みたくなかった。やっぱり自分が決めた行動は、正しく取っていきたいよね。なるべく予定を変えるっていうのが、できない性分なんだわ。ちょ、今度整理するから、ちょっとアイテムボックス使わせてください。ここにちょっと置かせてください、一回。好きに持ってってもいいし。使わないなら。ちょっと、いずれ分解を。あ、そう、分解しようと思ったんだ。もうちょっと、ちょっとさ、わかった。一回わかったわ。やることを今から、メモしよう。俺っち使わない。いい。ありがとう。で、ちょっとしばらく、私の物置にさせてもらうね。で、ここに、今日、説明したいこと、やりたいことをメモして、いこうと思います。まず、オーシャンフィッシングが終わりました。フィッシング、終了。あ。で、ギャザクラ、解放、していきましょう。分解の、クエスト解放。で、PVP だね。PVP 解放。あと何ができっかな？ちょっととりあえずそんなもんかな？今んところは。よし。どうしよう。これにしとこう。ふぅ。やっぱりちゃんと書き出さないとわかんなくなっちゃうからな。あとで。はい、今日の目的リストです。これが。ここら辺に置いとくんで。ね。で、まずやんなきゃいけないのは、分解クエストの解放ですね。でもどうしよっかなー。どうしよっかなー。今さ、ウルブズジュエルズの方が近いんだよね。こっちにしよっか。ちょっと、効率を優先してやっていこうと思います。ん、若干ね、前後するんですけど、申し訳ないですけど、許してください。で、レベルが30になると、各、自分が所属したグランドカンパニーの、人から、
ウルブズ・ジェイルズを解放するクエストを受けることができます。ね。これからの発展においてなくてはならないはず。さらに磨き上げてほしいと。そこで君に紹介したい施設がある、エオロゼア都市軍事同盟が共同で設立したグランドカンパニー将兵の連兵所だ。その名はウルブズ・ジェイルズ。すでに君が施設を利用できるよう連絡をしておいたよ。受付のベルクーヤ対抗士に話しかければ、すぐさまウルブズ・ジェイルズに、ウルブズ・ジェイルに参加できるはず。ウルブズ・ジェイルはリムサドミンサ沖の洋上にある、定地ラノシアのモラビー造船。造船何これ読めない。私船が出てるから、行ってこいと。ね。フリートライアルレベルが35までしか上げることができないんだけど、30になった時点で、PVP が解放されます。特別なコンテンツですね。で、どっから行った方が近い？これ。今いるのが、ここで、定地ラノシアか。では定地ラノシアに移動します。で、まあ、基本的に私も PVE 派なんで、なんか人間とほら戦うの嫌じゃん、結構。勝率がどうこうとか、キル数がうんたらとか、あとは、味方の動きが雑魚だとか、煽りがあるとかね、ちょっと PVP には苦い思い出がある人も多いのではないかと思いますけども、なんだろうな。PVP をやるメリットとしましてはですね、アイテム。PVP をやることでしか手に入れられないアイテムがあります。ね。それを目当てで回してたりとか、あとまあ単純にレベルも上がるし、あとはね、ルールもいっぱいあって結構、なんだろう。まあ勝ち負けは大事なんだけど、なんだろうな、キルにこだわらなくても別にいいんじゃないかなと思うんだよね。ああ、個人的には。むしろ、なんだろう、キルを取りに行って、なんか焦ってね、引くことを忘れてキルされたら、まあそれは FPS とかでもそうなんだけどね。あんまりダメじゃん。おー、ちょ、あ、でも、銃だからいいのか。まあ、とにかく見てみたらわかるわ。よいしょ。ついでに、ここのチョコボ屋さんも開けておきましょう。モラビー造船所って言ってなかったもんね。よいしょ。で、エーテライトもあるんで、そこも開けておきます。結構ね、なんだろう。なんか、やっぱ PVP ってイライラするとか、なんか殺されたらムカつくとか、ね、そういうのがありますよね。黒い砂漠でも PVP あって、割と私は黒砂漠の PVP 嫌いなんだけど、完全になんか辻斬りの方のプレイヤーキルだからね、なんか望まないのになんか向こうから勝手に攻撃を仕掛けられて殺されたりっていうのがあるんで、黒砂漠の PVP はちょっと苦手なんですけど、これみんな同じ条件下で、同じスキルで戦うやつなんで、なんだろう。純粋なレベルとかスキルの多さじゃなくって、本当のプレイヤースキルが試される、場だと思います。とにかく乗ってみよう、ウルブズジェイル経線所。はい、PVP エリアに入りました。特別なパラメータとホットバーになりますね。今見てもらうと分かるんだけど、ちょっとさっきと違うよね。変わってます、スキルが。PVP、プレイヤーバーススプレイヤーとは、プレイヤーキャラクター同士による対戦目的としたコンテンツです。ファイナルファンタジー14には様々な PVP コンテンツがあり、参加人数や対戦ルールにも、コンテンツによって異なります。PVP コンテンツには PVP 専用のバトルシステムが用意されており、モンスターを相手に戦うバトルとは一味違ったゲーム体験が得られます。ぜひプレイヤーによる熱い対戦バトルを体験してみてくださいとのことです。ね。音楽かっこいいね。かっこいいな。で、こういうのも気になるんだけど、一個一個順番に説明させてください。まずエーテライトを交換しましょう。はい。で、スキルが、のホットバーとかが独自のものに入れ替わってるんで、まず自分の使いやすいように調整しましょう。これはですね、自動で、劉備大車輪、劉眼伝雷伝フルスラスト、劉眼竜装、劉備大車輪と勝手に入れ替わってくれるんで、4つセットする必要がないですね。これも、
デュームスパイク、ソニックスラスト、クルザントーメントって勝手にコンボが、ね、自動的につなげられるように、なっております。ハイジャンプ。ジャンプ系はね、こっちに入れてるんだよね。で、これはここにしたい。スパインダイブ。これもここかな。前方直線範囲物理。あ、これもジャンプか。ジャンプ系はじゃあこっち側に入れよう。ね。投げ物もこっち。最初に物理。対象の残り HP が少ないほど威力が上昇する。そうだな。こっちかな。対象に向かって前方直進範囲物理攻撃。長い。実行時に青の、流血及びドラゴンアイの効果を切る代わりに自身に紅の流血を、付与すると。この効果とかが結構大事になってくるので、ちゃんとしっかりと、読み込んでおきましょう。これはいらないので、ちょっと端っこに、端っこというか捨てます。ミラージダイブは、ドラゴンアイを付与する。ということは、これをここに入れるべきかな。で、バフ系はこっちに固めておきたいんだよね。で、ドラゴンサイト。うん。ドラゴンサイト、俗に言う、あれだね。鮭。鮭ですね。鮭皮。ああ。そっか。木人を使うには、あれ、木人を使えるか。普通に。で、マクロ、マクロ。バトルエフェクト。うん。よいしょ。と、あとは、1マーカーかな。これがあれば、大丈夫でしょう。マーキングアタックは。よし。よし。で、バトルエフェクト普段切ってるんだけど、ちょっと今、使ってみるね。できるかな。あ、くそ。ダメか。やっぱり味方じゃないと、ドラゴンサイト使えないか、ちょっと使ってみたかったんだけどな。今ちょっと、味方がいないんで、使えないんだけど、これを、味方につけることによって、4ダメをアップさせる、バフを味方にね、与えることができます。結構ね、竜騎士、サポート向きだよね。そう考えるとね。イルーシブジャンプかー。ちょっとジャンプ系多くないね。ジャンプ系多くないマジで。本当に飛び回るな。もう、どうしよう。ジャンプで近づきつつ攻撃、元の位置に戻る。あー、なるほどね。迷うなー、位置が。置き場所が、置き場所結構迷うな、これ。じゃあやっぱこれはこっちかな。で、これの発動条件がある流血または紅の流血効果中か。じゃあやっぱこれはここに置くべきか。で、これが軍用ポーション。置いておきましょう。ローディストラクション。いわゆるアドレナリンラッシュはリミットブレイクと同じですね。これあんまつかないからな。失踪は、PVP 中って、これ使えないんだよ、スプリント。代わりに失踪っていうやつがあります。ね、これは絶対いるので置いておきましょう。あと、ブラッドパスは、ブラッドパスここに入れておくか。で、ライフサージ。ライフサージはここに入れておきましょう。よいしょ。こんなもんかな。待ってよ、牽制を、ここにしよう。アドレナシを、アドレナシ間違えて発動したら怖いな。ここら辺に置こう。で、どこだっけ？マイキャラクターだっけ ?PVP プロフィール。まあそっか、まだ、あれだ。いろいろ解放しなかった。まあ、とにかく、スキルを、セットできたら、ひとまず、ここの気弱そうな冒険者にとりあえず話しかけましょう。何より尻込みしている。心の準備がまだなのでお断りします。何も言ってねえよ。何も言ってねえよ。まだ。こんないかつい見た目してんのにね。もし私に体勢を挑んできたんじゃないんですね。これは飛んだ早とちりをしてしまいました。うん。まだ何もしてない。実は国家団がここ、ウルブズ・ジェールズ形成場に個人演習場を開放しましてね。そこでは冒険者同士で実践演習ができるんですよ。そんなこんなで戦いを挑まれたのかと慌ててしまいました。私は勇気が出ずに、まだ個人演習場に足を踏み入れることができていないもので、と。向こうですね。この木人の奥のスペース。あそこで、お友達とか知らない人と、まあ、ワンオーバーみたいなことができます。ね。私はここを、
スクショの撮影場所として使っていました。ね。よいしょ。というわけで、今後、知らない人とか、お友達と、ここで対人の練習ができるようになりましたと。ね。お友達がいない人はここで遊んでてください。はい。よいしょ。ルスラスト。で、コンボ。で、コンボの4段階目と。これ打って、これも打つ。ちょっとねー。あ、なるほどね。これがドラゴンサイトってやつ？この青の流血を切らさないように戦うっていうのが、あれなのかな？やり方なのかな？ちょっと竜騎士はまだよく分かってないから。あ、これ赤くなった。難しいね、結構ね。あ、重い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 。間違えた。間違えて。間違えてスクショ取っちゃった。それもまたあり。よいしょ。近接あんまり使ったことないからな。お、すご。ゆうてんさん、はつみです。はい、嘘、いらっしゃい。よいしょ。あ、エールもありがとう。よっこいしょ。ちょっと。ライバーがゆうてんにボケしました。いい感じだから。スクショを撮影しよう。ちょ、グレムリンついてきちゃうから、グレムリンしまうか。返す。せっかくかっこいい技を連発したんで。おお、おー、すごいな。ちょっと見てみようか。おお、すごいね。かっけー。これが竜騎士だ。もう空をね、まさにかけると言っても過言ではない。でもちょっと待ってよ、なんかあんまり好きなポージングじゃないんでね、もうちょっと極めようと思います。どれがいいかな。よいしょい、ジャンプ。これはどうだ。間違えちゃった。F1 を惜しかった。おぉ。かっこいいね。あ、これかっこいいね、なかなかね。しかもこのほら、なんか、鮭の皮、青い鮭の皮が、体に、張り付いているね。ちょっと、ここ、向こうで写真撮ろう。なかなかかっこいいスキルが、多いですね、竜騎士は。今日の絵落ち器用に1枚、撮りましょう。あ、エフェクトが出なくなっちゃった。エフェクトは？エフェクト出なくなっちゃった。戦闘中じゃなくなったから。かっこいいな。表情こっち。難しいな。こうだな。で、よいしょ。明るさを調整して。戦ってるシーンとかね、めっちゃ撮りたいんだけど、やっぱ一人だと結構ね、限界があるね。僕人がいてくれるおかげで、多少はやりやすい。間違えた。もう、またスクショ撮っちゃったよ。変なところでスクショ撮っちゃうな。ハイジャンプ。投げつつ、コンボ。コンボ。コンボ。で、コンボ。決めつつ、これ今の見たい、今の。ちょっと見えない。かっけー、かっこいい。この体勢ね、完全に殺す気満々っていうね。おお、いいね、これなかなかいいね。よし、いいね。で、やり使いっぽい。いいね。全体重を乗っけて、相手に、この槍を突き刺す。かっこいいね。私、基本的にはレンジなんだけどな。ちょっと、ジョブチェンジしていっかな。ついに一回僕陣から離れよう。
近接で行ったことないっていうか、あれなんだよね。どれだっけ？弓。よいしょ。で、何着ててもいいんで、基本的には。ね、パラメーター関係ないんで。ほら、パラメーターの部分ないでしょ。ね。装備も、何も関係ないです。大事なのは、プレイヤースキルと、この技をいかに組み合わせるかっていう話。で、あ、そっか。PVP 専用の、あれがないんだけど。これかな？アクションリスト。あー、ちょっと待って。私、そういえば、そうだ、これまだ21レベルだった。しまった。上げてなかったわ。30まで。そうだ。PVP は30レベルからできるコンテンツなんで、30レベル以下のジョブは参加できないんだよね。ちょっとじゃあ弓も上げてこないとダメだな、今後。頑張ろ。で、まずいろいろ見たいんだけど、とりあえずここ。とりあえずここ。この人。かっこいい BGM 赤と青 PVP もね、いろんなモードがあってね、ちょっと全て教えるのは無理なんだけど。ありがとうポケ、センキュー。これは4対4で戦うタイプの PVP ですね。だからパーティーのバトルだね。普通のパーティーのバトルね。ただ、あんまり主流じゃないみたいだね、これ。こっちが主流じゃないっぽいです。私が知ってるものだけを紹介しようと思います。気になった方は、他のやつが気になった方はね、各自、ひどいことばっかり言われてるけど、今。よいしょ。軍票もらえるんでね、ラッキーだね。ありがたいね。で、ウルブズ・ジェイルズ、解放と。で、いろいろまだ、コンテンツがあって、ここ、ソフトノックスさんにも話しかけておきましょう。まあ、やったことないんだけどね、これ。私は。シコシコ。ゴバついに見た。来た。知った。お前ら人たち、戦い合って競ってること知った。こんな面白そうなことぜひとも混ぜてもらいたい。そこでゴブからいい話持ちかけ、見事採用された。その名もズバリライバルウィングズよ。ゴブリン族の機械を使ってお前ら人が戦うのだ。大人数でバンバンどんどん撃ってこうして争うのだ。戦いの舞台もちゃんと用意した。詳しいルール知りたければゴブにもう一度声かけろ。肉の骨のまとめて砕く熱い戦い見せてくれ。怖いね。猟奇的だね。恐ろしいね。あ、ケケさん、エールありがとう。ライバーにいいねしました。よっしゃい。ありがとうございます。ライバーが KK910 にポケしました。今は、ピヨピヨ。ピヨピヨありがとう。ライバーにポケを返しました。現在 PVP についての説明をしております。これはアストラガロスっていう、ルールのやつですね。なんか、この機械に乗って、精錬水、ちょっとわかんないまま説明するのダメだな。各自で調べてください。気になったら。私もこれちょっとまだ怖くてやったことないんだよね。結構さ、ほら、PVP ってね、ミオ州で行くのちょっと厳しいコンテンツだから、ちゃんと予習してゲームのルールを理解しないとさ、なんか入っちゃいけないような気がして。まだやってないんだよね。まあ、これを機会に私も やってみるっていうのもありだけどね。とりあえずライバルウィングスを解放しました。じゃあ聞くか、今。でかっ。ライバルウィングスは最大48人の参加者が、ファルコンとレイブンの2チームに分かれて争う PVP と、強力な力を持つ機構兵器にプレイヤー自身が登場して戦闘を行ったり、自走式の、オートマトンを護衛しながら敵チームのコアを、破壊を目指すと、ね。赤チーム、青チーム分かれて、機械に乗ったり、まあ、徒歩で行ってぶち殺したりとかするやつですね。各チームは6つのライトパーティーによるアライアス24人で構成されています。6つのライトパーティー24人。ああ。で、味方は24人いるわけね。で、それが2チームだから48人と。すごいね。すごいね、よく考えるとね。再出撃。
他プレイヤーとの戦闘によって戦闘が乱れてしまった場合でも、一定時間経過後に何度でもスタート地点から再出撃することができますと。だから一回死んだら終わりじゃなくって、また、リスタートして復活することができるんだね。で、スタート地点内にいる間は無敵ステータスが付与されると。ものプブプ楽しいよね。うん、結構ね、いろんなルールがあって、なかなか面白いよ。で、あとは、その PVP 専用のアチーブメントもあって、ランキングはなくって、コロセウム。で、アチーブメントで、例えばこれを、何?これをザ・フィーストに合計1000回参加すると、ハングリーウルフっていう称号がもらえます。称号っていうのはね、頭の上につけられる文字なんだけど、まあなんか、例えばね、レアな称号持ったら、この人結構この、コンテンツをやり込んでる猛者なんだなっていうことをアピールできる、チャンスですね。あとは、ライバルウィングスかな。この箱のマークのやつはアイテムがもらえるアチーブメントで、ライバルウィングスで100回勝利すると、このマウントをもらうことができます。だからみんな、頑張って戦ったり、勝ったり負けたりしてるわけですね。で、ヒデンゴージで100回勝つと、こういう、マウントをもらえますよと。ちょっとこれ鍵の形だから見た目がわかんないので各自ググってください。窓アドベンジャー寒冷地使用認証キーですね。で、フロントラインと。で、私が基本的にやりたいのは、どれだっけ?これかな?はい、ね、どこ行くの?コンテンツファインダーに、PVP のマークを押すと、いろんなものが出てきます。ね。あれ、私がやりたいやつ、どこ?重たい。すげえ重たい。ちょっと配信でやるのは向いてないかもな、これ。もしかしたら。あれ、どこだっけ?3種類ぐらいあるやつ。3種類ぐらいあるやつ、どこでやるんだっけ?あー、久々だから全然覚えてないわ。ダメだね。ここじゃないのか。こっち?でかすぎる。これぐらいでいいわ。コンテンツルーレットに、あれ?追加されてないんだけど。よいしょ。あ、そっか。違う、これはナハンズは関係なくって。クエストクリアしてないからかなって思ったんだけど。どこだっけ?フロントライン。フロントラインのコンテンツルーレット?わかんなかったらすぐグーグル。フロントライン。始め方。クリアしてないのか?いや、クリアしたはずなんだけどな。ルーブズジェルズ。クリアしてないんだわ。クリアしてないんだわ。フロントラインはまた国家団のところに戻って、やらないといけなくって。よいしょ。あ、待って、その前にさ。PVP で得られる、グッズの紹介をしようよ。ね。それ大事だから。どこだ?ここは。PVP 専用の通貨ってものがありましてですね。これですね。対人戦績ってやつです。これを集めることによって、いろんなアイテムと交換することができます。例えば、こういう、危ない。もうだいぶアウトだったけど今。こういうちょっと見た目が特殊なね、武器とか。かっこよくない?これとか。お、いいね。光ったりとか、する。もさもさ。グレンは、KK913、プブプは報酬良いと熱くなるよね。ね、そうそう。欲しいもののために頑張って戦うっていうのが、割とメインになってくるんじゃないかな。どれもね。そうなんだけど。グレン系は、和風の装備が、メインになりますね。で、装填は、180と205で武器が分かれるんだけど、私は、ファイター系なんで、こっちが、魔器、支給官はソーサラー系。ヒーラーとか、キャスターとかだね。で、武器支給官が、アタッカー、槍とか、弓とか、剣とかの人ですね。だから私はここなんだよね。例えば、槍は、こういう、かっこいいね、これね。この槍かっこいいね。和風の服にこれ合わせたら結構強そうに見えるんじゃないでしょうかと。
これは銃。あ、違う、これは忍者か。いいね、忍者のこのねえ、二丁の刀。平成913、えらいかっこいい。えらいかっこいいね。かっこいいっすね、これね。あとね、侍もかっこいいよね、やっぱりね。ほら、この刀見て、これ。これ超かっこいいじゃん、これ。こんなのさ、絶対欲しくなるじゃん、こんな。ベヒモススペア、うわ、すごい。これはちょっと、えぐいな。顔がベヒモスだ。ねえ。面白いね。ここら辺ベヒモス装備だね、全部ね。侍かっこいいなぁ。侍の武器全部かっこよくない？なんか。あ、弓もいいね。ユニコーン。かっこいい。これかっこいいっすね。これかっこいい。盾もあります。この盾はおしゃれだね、なかなか。かっこいいっすね。で、1400集めないと、剣とシールドは、これは2つセットだから、1400と600で分かれてるけど、基本的にはここら辺は2000ポイント貯めないと、もらえないアイテムになっていると。これもまた結構分かれるな、槍。お！見た今。見てて。今、こういう感じの見た目の装備なんだけど、抜刀すると、光る！赤い光が、わーっと出てくる。かっこいいね。これは？かっこいい。これかっこいいね。ほら、この血の、なんだろう、跡みたいな感じの、たぎってる感じ、すごいいい。KK913、かっこいい。これかっこいいね。こういうギミックがついてるやつって、やっぱり1個欲しくなっちゃうよね。間違えました。1個欲しくなる。これは光んないバージョンだね。光んないバージョンもちゃんとある。光るのは、あまり好みではないっていう人はね、光んないバージョンもちゃんと用意してあるんで、ご安心ください。っていうのが、これが装備ね。で、物資。ね。物資っていうのは、装備品以外のアイテムかな？あれ、まあ、あれ、うん、装備品以外というか、ちょっとしたおしゃれアイテムとかも入ってます。これは角ですね、角。角生やしたいなって人。PVP でもあります。カトプレパスホーン。これ2万ポイント必要ですけど。あとは、エモートですね。説明と注意するっていうエモートは、PVP でしか買うことができません。マーケット取引不可です。自分で1万5000ポイント集めてきてください。で、ヘアカタログ。ね、おしゃれな髪型もここで買うことができます。あと、マメットっていう後ろついてくる可愛いやつとか、マウント。ここら辺私結構集めたんだけど、チョコボ系の、チョコボの衣装を施した椅子とか、円卓とか、長テーブルね。の各5000ずつです。ね。家具も置いてあります。913、武器に比べてすごく高いな。そうなんだよね。なんで、ハウジング系とか、エモート系はやっぱりレアリティが高いっぽいですね。なんで、フロントラインとか、コンテンツをぐるぐると、まあ、日付が変わったら周回する感じになるのかな。で、これも、レイヴンバナー、うん、やっぱ人気のやつはね、高いね。マウントも高いです。マウントは20万。高いね。20万ポイント必要。で、あと、兵装支給官。兵装が、アタッカー、魔装がキャスターとかソーサラーですね。漆黒。漆黒見てない！見たい、見たい。かっこよさそう。ちょっと待って待って。どれから着ようかな。やっぱ竜騎士からでしょ。うわっ！これかっこよー。これかっこよくない？ KK913、マウントは高いの納得。マウント高いね。マウント高いのはしょうがないよね。ちょっと。わっ！超いい！おしゃれあらが。ちょっとセクシーだけど大丈夫？怒らんないかな？大丈夫かな？ちょっと顔も。うわー！かっこいい！見てこれ！ほら！ KK913、やばいかっこよすぎる。やばいかっこいい！しかもさ、ほら、この頭装備を操作するっていうやつを押すと、光らなくなる。光ったり光らなくなる。髪の毛はちょっと出るけど、これかっこいいね。やり。うわぁ！これはかっこいいだろ。て。うわぁ、これいいな、メカニック。これ超かっこいいね。もうマックスだったわ。これかっこいいね。
頭が2000、胴4000、手2000、足脚が4000、靴が2000ポイント必要。だから、各自計算お願いします。まあ、とにかくいっぱいポイントが、全身揃えるならいっぱいポイントが必要になってくる。しかも、染色できるわ。例えば、ほら、ちょっと違うよね、色がね。ちょっと色が違うよね。普通の状態の黒と、カラランとジェットブラックで染めた場合の黒はちょっと違いますね。緑にしてみよう。おー、なるほど。ここが染まるのか。これはね、テンション上がるよ。これめっちゃかっこいいね。それメタリックにしてもいいしね。金とか。あ、金もかっこいいな。パールホワイト、これ超いいパールホワイト。めっちゃいいな。かっこいい。こういうのも嫌いじゃないんだけど、なんだろう、戦隊もののね、なんか友達とちょっと戦隊ものごっこしようぜっていう感じのスクショを撮るときとかこういうの良さそうだよね。新しいカララントも追加されたそうなんで、うわ、かっこよ、これ、ガンメダル。ちょっとほら。KK913、こういうの大好きだわ。こういうの、わかる。こういうの超好きなんだよね。だから、PVP 苦手っていう人もある程度ルールを覚えて効率よくコンテンツを回していけば、こういうのゲットできるんですよ。ね。これかっこいいな、マジで。これ着たいな。これ着たいね。しかもレベル1なんで、アイテムレベルが。0歳から着れます。0歳というか、1歳から着れます。これかっこいいね。漆黒のやつかっこいいな。ちなみに、グレンは、こんな感じですね。ちょっと一回外そう。グレンはね、和服がメインなんで、こういう感じになっておりまして、頭は、いいね。これ、こういうの好きだ、私。鳥が好きだからさ、こう、鳥系の羽のやつね、結構好き。ちょっと、前髪が、貫通してるのがちょっとネックですね。ちょっと残念ですね。あとは、防具交換その2、今、どっちやったっけ?あ、ネタアイテムが欲しい人は、こういうのもあるよ。こういうのもあるよ。これは格闘士とか文句がつけられるやつですね。リパブリックセクトールマスク。あー、なるほど。ネタになりたくない人は頭の装備ね、調整できるみたい。顔ありか、顔なしかで。ちゃんと調整ができる。親切仕様になってるね。KK913、グサ。面白いでしょ。結構ね、親切なんだよ。あ、これは親切じゃないわ。これは親切じゃなかったわ。青鬼そうめん。おー、かっこいいね。しかしね、頭はいいけど。胴体結構ほら、かっこよくない?これ。しかも染色できるから、自分の好みの色にこれも変えることができるよ。金色とかにも。結構ね、かっこいいね、これね。後ろのこの紐があるとさ、なんか強そうに見える。なんだろう。なんか、和装のキャラクターって結構この紐ない白のリボン。KK913、染色は熱い。染色熱いよね、これね。まあ、染色は本当にエンドコンテンツだと思う。だから、課金の染色剤もある程度持っておくといいんじゃないかなと思います。ここ課金です。ここら辺課金ですね。これかっこいい。パールホワイトもいいな。ガンメタルもこの真っ黒になる感じもとてもいいね。ジェットブラックはなんかマットな感じ。ガンメタルはちょっと光沢がつく、黒さ。いいですね。っていう風に欲しい、外見の装備のためにね、戦ったりとかするんだよね。これは60歳になんないと着れないんだけど、60歳って言い方やだな。60レベルになんないと着れない装備になっちゃう。パンツ見えてるけど、しかも。装填は、西洋ファンタジー風なんで、それを模した感じの衣装が多いですね。こういうローブ系とか結構なんか西洋ファンタジーっぽくない?ちゃんと足もつけてあげようか。よいしょ、ね。で、頭は、これか。あ、すごい。確かに、竜騎士っぽいね。空飛んで戦って、あ、すごい。ほら。ほら、かっこいい。ちゃんと顔全部隠せる。かっこいいね。180は。試着。これはちょっとダサいね。
どんだけベヒーモス好きなんだよ、マジで。ベヒーモス推し半端なすぎない。で、ですね、どうやったっけ、違う。リュキシはよいしょ。KK913、面上げれるのすごいな。ね、結構すごいよね、それ考えるとね、動作が、ね。なかなか便利だよね。だから、顔の前面の部分、嫌だなって思ったら、ね、隠しちゃえばいいわけだしね。この装備結構おしゃれじゃん。ね。このダイヤウルフスレイヤーキュライス。ね。結構おしゃれだよね。これかっこいいね。足のこの紐の部分、皮の部分がなかなかいい味出してる。で、短剣がね、腰に刺さってんのもポイントが高いですね。で、70が、これかな。これもね、染色ができる、初期装備みたいな感じ。ここら辺は。ね。あ、これかっこいいなー。これ文句しか着れないんだけど。こういうの好きなんだよね。この、片方。KK913。肩出してる。ブースのデザイン活かす。ね、ブースのデザインかっこよかったね、今ね。なかなかよかった。っていう風に、いろいろおしゃれなアイテムが、ちょっと違うね。おしゃれなアイテムがたくさんあるんで、ね、欲しいもの見つけて、それのために頑張る。ね、頑張ろう。ちょっとこっちも見たい。キャスター。お、かっけえ。ちょっと待ってくれよ。わー、かっこいいキャスター。キャスのやつかっこいいなぁ。わー、いい。キャスも、あ、あれだね、アタッカーの人とちょっと、この、ここの模様が違うね、さっきと。ね。ここまでは光るんだ。首のとこ、顎のとこぐらいまで光るんだ。これかっこいいな、めっちゃ。月天さん、プププ装備はかっこよすぎる。ねえ、マジこれ、本当にかっこいいんだけど。全部着てる、今。あと手か。漆黒のキャスめっちゃいい。しかもほら、なんかこの関節が、この関節がすごくいい。キャス平の。胴体の方だね、これね。手首じゃなくて胴の方だね。このかん、この球体関節っぽいやつ、とてもかっこいい。好き。KK913、プププは参加だけでもポイントもらえるのかな？うん、あのね、勝っても負けても一定のポイントはもらえる。勝つとやっぱりポイントは多くもらえるんだけど、負けてももらえるし、コンテンツルーレットで回せるんだけど、ちょっとそれの解放してなかったんで、今から解放しに行こうと思います。一番簡単な、PVP のコンテンツでフロントラインっていうのがあります。1日1回ルールが変わって3種類を、ループしていくんですけど、解放のためにはウルブズ・ジェルズ解放して、で、各グランドカンパニーの、対応のクエストを受注できる人に声をかけないといけないんだけど、リムさんにまた戻り、今行けっかな？ちょっと配信であんまり流すの良くないんだけど、PVP の場、時って、名前出ないんだよね。なんだろう。バードとか、キャスターとか、ね。ジョブの名前で表示がされるんで。KK913、地道貯めていけるなら夢が広がるね。そうそう。地道に貯めていって、本当に勝っても負けてもちゃんとポイントはもらえるから、安心して参加してほしい。ヒドゥンゴージはやったことがないんで、私はちょっと今回遠慮しておくんだけど、私がおすすめするのはフロントラインっていう、3種類の、ルールが毎日入れ替わって遊べるやつ。これに参加すると、参加しただけで1000もらえるんだよね、ポイントが。で、勝ったらさらにポイントが多くもらえるシステムになってます。ただちょっとネックなのは3種類、あるんで、ルールを3つ覚えないといけないっていうところはちょっとあれだるいんだけど、この人ですね。国家団はトラハレートさんに声をかけてください。激戦のアウトロー戦区。特別な依頼があると。カルテノ平原ご存知？第7レーサーの中心地となった、エロザ同盟軍と帝国軍第12軍団の、決戦の地ですと。古代アラグ文明の遺跡をめぐって少々気な臭いことになっています。ね。各国、は、その、古代アラグ文明の遺産が眠ってるその土地を自分のものにしたいので、まあ、いわゆるうちらが
代理戦争をしている状態ですね。ああ、代理戦争している状態です。だから各国の代表として、この PVP に参加してくださいっていうことです。ただ割り振りはランダムでもできるから、別に特に思い入れがなければランダムでいいと思うんだけど、確かね、あのデータセンターによって強いグランドカンパニーとかがあるんだよね。強者が所属しているグランドカンパニーとかがあるからさ。まあ、とりあえず、ムービーを見てください。今から、激戦のアウトロセンクのムービーが流れます。カルテノー平原で、帝国と各グランドカンパニー戦ってたんですけど、戦いが終わった後、この、戦場一体どうなったかっていうと、古代アラグ文明の、遺産を狙って、エオルゼアの三国が、まあ、ちょっと、揉めていると、ね。これが国家団の人たち。これはグリダニアの人たちですね。楽しそうだね。ジムたちが。あ、また間違えた場に行く。そう。そうだよ。ハロー。あ、ありがとう。ありがとうございます。チョコレートありがとうございます。センキューで、あ、ありがとう。ライバーにポケを返しました。フォローもありがとうございます。新マロ123さん、ライバーをフォローし始めました。ありがとうございます。感謝です。スクショも撮りました。要するに、今やってるこのアートロセンクっていうのは、三つどもえの代理戦争です。これに参加することによって、戦績をもらうことができます。ルールは、3種類あって、毎日、リレージになるとね、変わります。目指すは、平原南部に位置する外縁遺跡群でありますと。軍レーブルはこの遺跡群を掌握することで、スーマルム北方に存在する中枢遺跡の防衛機構を制御できるのではないかと考えているそうです。つまり中枢遺跡に眠る古代の遺産を手にするためには、本作戦の成功が必要不可欠ということです。これを陸空艇にてカルテノ平原に進発。アウトロ戦区に指定されている平原南部に到着後、外縁遺跡群である複数の要所を確保してください。部の総勢と不滅隊も、兵力を投入してくることでしょう。ですが、彼女は法の外に置かれたアウトロ戦区。同盟国相手だっても容赦不要です。なお、石膏艦の報告によれば、遺跡群中央のダラガブ編からは、アラグの防衛兵器が転送されてくることがあるとか。こちらは十分に警戒してください。というわけで、解放です。はい、出ました。デイリーチャレンジ、フロントライ。何を言ってるかわからないの。わかんない。わかんない。わかんない。私もわかんない。まあ、とにかく、代理戦争です。ね。遺跡のお宝が欲しいけど、表立って、ね、同盟を組んだこの三国が争うのは大変よろしくないということで、代わりに冒険者同士でパーティーを組ませて、国家団チーム、なんだろう、ウルダハチーム、グリダニアチーム、リムサドミンサチームの3チームに分かれて、勝ったら、報酬をあげるよ、と、ね。いう感じの代理戦争を今からやらせていただこうと思います。まだ間に合うかな。とりあえず、竜で行っちゃうけど。ちょっとね、0時になった直後の方がいいんだよね、一番ね。ちょっと25分経っちゃったから、あれなんだけど。で、今日は何？まず今日何？ルール確認しなかったわ。今日なんだろう。今日は、え？オンサルハカイル。待って、オンサルハカイル。ちょっと待って、オンサルハカイル知らないわ。増えたの。増えてる。増えとる。前まで3種類だったの、この。制圧戦、争奪戦、破氷戦だったんだけど、オンサルハカイルは何？雄大なる大草原、アジムステップ。なるほどね。オンサルハカイル何すんだろう。ちょっと怖いな。しかもなんで2つ空いてるんだ、これ。解除。私はちょっと、こっちがいいんだけど。こっち誰かいない？ 30 分以上かー。ちょっとしんどいなー。PVP はちょっと、また今度かなー。0時になった直後の方がいいよね。どれだっけ。そっか、オンサルハカイルかー。オンサルハカイルって何かなーと思ってたんだよね。パッチノート、ろくに見てなかった。流し読みしてたから、
なんかオンソロハグレってなんだろうなぐらいの知識しかなかったんだけど、 PVP の新しいやつか、フロントライン。そっか。じゃあちょっと一個一個説明していくか。まず制圧戦っていうのは、まあどれもね、制圧戦と操縦戦、陣地取り合戦みたいなものです。で、破氷戦が一番原理的には簡単で、氷が湧いてくるのでそれをぶち壊す。で、いっぱい壊した、チームの勝ちです。これがわからん。これがわからん。オンサロハカイル。今調べるか。なんだろう、オンサロハカイルって。見えない。で、オンサロハカイルの、わかんないことは多分公式が全部説明してくれてるんで大丈夫だと思うんだけど、勝利条件は戦略値か定められた、値に最も早く到達した部隊の勝利となります。は？は？なんかちょっと分かってきたな。要するにこれも陣地取り合戦だわ。ね。3種類ね。3ランク。これも陣地取りかな。陣地にアクセスして契約を完了させることによって、その土地を自分のものにすることができると。より多くの、土地を自分のものにできた、チームの方が勝ちっていうことかな。これは多分メインクエストの、イベントバトルから来てると思うので、若干のネタバレになるんじゃないかと思って不安なんだけど。とにかく、一日交代でね、ぐるぐると、これが変わっていくんで、今日は、オンサラ破壊だけど、明日は外縁遺跡群かもしれない。ね、シールロックかもしれない。ね。今、この鍵マークがついてるのはコンテンツ参加できないやつです。今日参加できるのは、フィールドオブグローリーかオンサラ破壊のみになっております。なんで、フロントラインを回すと、ちょっと待って。ちょっと今日疲れててさ、マジ説明が全然できないわ。なんか甘いもんない。なんか甘いもんなかったかな。ない。こういう時に、こういう時に限ってない。糖分が欲しかったんだけど。飴でいいや。ちょっと飴を舐めながら説明させていただこうかな。フロントラインは、このコンテンツルーレットレベリングみたいなもんと考えてもらってもいいと思います。ね。これを回すことによって、普通に、PVP をやるよりも、ボーナスがつきます。ね。普通に PVP やっても、なんか、決められた、分ぐらいしかもらえないんだけど、こっちを回すことによって、一回、これ、ね、成績プラス。参加しただけでこれだけの報酬がもらえます。レベリングも同じ。ね。このレベリングを選択して、参加するだけで、軍票が285枚も、生まれるし、経験値とギルも、ボーナスで大幅にもらえますと。さらに、このリワードボーナスタンクってやつ。今タンクが不足してるので、タンクで、レベリングを回すと、プラス、軍費が1428、ギルが2250、経験値が4190にもらえます。ね。たまに DPS になるときあるんだけど、基本的にはタンクと、ヒーラーが足りないんで、ぜひタンクを出してあげてください。開始も早くなるからね。不足分の、不足ロールを出すと。あとはそうだ、とりあえず PVP は全部解放できたので、あともう各自気になったら、自分でルールを調べてほしい。ザ・フィーストは、4-4に分かれて戦うやつかな。これは1-2?これ1、2かな？で、なんか、カジュアルマッチ、ランクマッチとか、チームマッチとか、いろいろあるんだけど、チーム用ランクマッチと、チーム用ランクマッチは4人で、4対4で戦うやつだね。一番最初にイベントで見たやつかな。これは 4×2 パーティー。なんかね、感染もありらしいんだよね。感染してみたいんだけどね、なかなか、ちょっと、機会がないんで、普通に YouTube で動画を見た方が、早いです。ね。だから、ザ・フィーストやり方、FF14 でググった方が絶対に、効率のいい、ルールの理解ができると思いますので、ぜひそうしてください。ね。毎日午前0時に切り替わりますと。今日は、再評戦、終節戦と。
オンサル破壊でやってみたいんだけどなー、ちょっとなー、ちょっと無理だろうなー。5分未満か、マジで？もうこれ回すんだったらなー、これ回すんだったら普通にフロントラインを回した方がいいんだよな。5分未満か、いけっかなー。いや、ほぼほぼ PVP 出したことないジョブプラス、ねえ、知らないルール。いけるかなこれ。ちょっと不安ではあるんだけど。実際見てもらわないとわかんないしね、やり方をね。どこだっけ。パーティーリスト消しちゃったから。で、基本的には、軍師っていうのがいます。ですね、作戦を立ててくれる。指示出してくれる人が、大抵一人混じってるんで、その人の言うことに従っておけば問題ありません。例えば、何々さんは、ちょっと敵を引きつけておいてくださいとか、誰々さんは今のうちに、こっちの陣地を奪っておいてくださいとか、いろいろ指示してくれる人がいるんで、チャットを見逃さずに行動しましょう。で、あと、ピロンピロンって音出して、合図を教えてくれる人もいるんでね、指示は従って、ておいた方がいい。まあ、無難にね。無難にやるんだったら指示従っておくのがいいんじゃないかなと思います。慣れてきたら、例えば、みんな表側行ってるから、この隙に裏側回って、相手の陣地を裏から取りに行こっかな、しめしめとか考えたりとかね。できるようになると思います。エールありがとう。まあ、FPS の TPS 視点みたいなもんかね。これ、5分でいけんのかな？じゃあその間に分解もやるか。分解の前に、待って、今日のやつ。PVP 終了。一応終了と。で、ゴールド操作いきます。ゴールド操作、リムサロミンサからゴールド操作は無料。ゴールド操作からウルザハカンは無料です。ただ、ギルの節約、大事。多分遊んでる間に、もしかしたらシャキンってなるかも。ちょっとロードが長いね。いや、マジで今日、もう疲れたから本当に、説明会にするべきじゃなかったと自分でも思うんだけど。頭が回ってない。ちょっとさ、PVP 用にさ、買おっかな、レベルブースト。PVP 用に気候紙のレベルブーストを買おうか悩むね。こんなお金ないけどさ。とりあえずミニクジテンダーをやっとかないとね。うわー、かける、うわ最悪、うわ54点、あーちくしょう。下手にね、6を狙わない方がいいんだよね。わかってるんだけどさ、夢を見ちゃうんだよ。うわあ、もうダメだね。とりあえず、一番数字が高そうな。AK913、ふむふむ、わら。エール感想ありがとう、Thank you。また119ってあんた。もう全然いい数字取れないね、これね。頼む。ラス1。2。うわっ最悪。うわっ、そこかよ、ここの位置入れ替えとけよ。夢を見よう。夢を見た後で、君はまだ遠くて、気持ちだけ、ふふ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 ふの雨が降る、この道は変わらず、運からめ歩きたいな。シャキッター、シャキってしまった、フロントライン。ちょっと、一応、あれだね。あれを用意しとかないといけないね。どこだっけな。色ソース、あったあった。センシブバリア。一応ここに、パーティー名が出ちゃう可能性があるので、センシブバリア貼っておきます。72人も参加するんだよ。すごくない？ 24 人パーティーが、あ、じゃあ8人パーティーが3つだから ?3 パー、あ、違う、足りないね。やっぱ24人なの？ん？待って。8人、一つのチームに8人パーティーが3つあって、それがさらに3つ。もうダメだ。疲れたわ。考えるの。バビモノは考えるのやめた。さあ、オンサル破壊で全くわからないので、人についていこうと思います。
一緒に覚えましょう。今日、みんなで。ね。みんなでオンソロ破壊のやり方を覚えましょう。さあ、どんなやつなのかな？初見ですってちゃんと言いよう、あと。ね。初見です。よろしくお願いします。ちゃんと、パーティーを、組んだら挨拶するの大事です。よし。イェーイ、フロントエラーランク1。あ、そうだ。まずまず。マウントを用意しなかった。どうしよう。とりあえずパンダを。あ、バイクがいいな、バイク。バイクがいいな。よいしょ。結構座高も関係してくるんで、背の低い、マウントに乗るのがいいと思います。ね。すぐ降りられるようにね。雨かよなー、なんで雨なんだよ、もう。なんでこういう時に限って雨なんだよ。もういい加減しろよ、ほんとに。雨ばっかりだ、この人は。ほんと。しょうもな。見えてんな、ちっちゃすぎてな、パーティーね。ちょっとネームプレート出した方がいいかな。わかんないんだよな、誰が誰か。俺の涙。俺の涙だったの、これ。マジか。俺の涙だった、これ。悲しいな。ネームプレートで、他人の、パーティーメンバーぐらいはちょっと常に表示しとかないとまずい。あ、間違えた。せーのみにし、全部いいじゃんにしよう。で、省略表示。で、生命ともにイニシャル。よし。これで、人の名前は見えないでしょう。この、始まっちゃった。青い、名前の人たちが同じパーティーなので、基本的な同じパーティーの人と、行動を共にしましょう。なので、名前が青い人についていきます。何をするか全く分かってません。とりあえずついていきます。あ、ここから無敵じゃなくなった。どうするんだろうな。でね、このゴリラ持って、あー、まずい。よいしょ。あ、深追いするべきか。いや、間違えた。くそ。あー、間違えた。慣れてなさすぎる、くそ。裏から来てんな。ちょっと待てよ。OK。とりあえずこの土地はうちらのものになったみたい。うちは何？あれか。ウルド派か。この土地を、制圧されないように他の、国から守るのがメインっていう流れかな。ほら、あれが相手の土地だね。制圧しに行くのかな。で、多分ね、これはもう完全にうちらのものになったからいいってことかな。次はここか。で、このメーターが上まで来ると自分たちの土地に書き換わるっていうことなんじゃないかな。誰かがいないといけないよね、これね。で、A やらか。なんかアライアンスごとによってね、役割も変わったりとかするんだけど、とりあえずここで待機でいいと思います。味方いるし。で、ゴリラのマウント乗ってる人とか、この黒い球体のマウントに乗ってる人は強い人です。うちのものになったかな。積極的に戦いに行きたいよね。で、戦ってる人に、竜の目をつけてあげようと思ったんだけど、難しいね。黄色が攻めてきてる。あ、今日軍師いないわ、しかも。まずいな。これわかんないな。で、マウントに乗ってる最中に攻撃されると、移動速度が低下するデバフをかけられるんで、敵を見かけたらマウントからすぐに降りた方がいいです。今。ま、乗れてない。はい。はい。このバードを殺そう。オッケー、バード死んだ。キル取ると、ポイントが結構つくんで、積極的にキルを取りに行くのもありなんだけど、一人で行くのは得策じゃありません。で、マーカーがついてる人から優先的に狙っていきましょう。ただ、前出すぎも良くない。前出すぎも良くない。危ない。今もうエフェクトがすごい。重たい。重たいね。しかも、あれか、ターゲットマーカー丸か。後で書き換えておかないとな。丸、丸。ちょっと、遠距離攻撃がピアシミタのしかない。オッケーオッケー。結構攻めて。結構攻めてるが、大丈夫か。オッケーオッケー。今、三つどもえだね。赤、黒、黄、三つどもえ。まずい。一旦引くべきか。おっと。あいつは。あの人死ぬな。
一体引きましょう。みんな引いたので。味方の、状況を把握しながら戦いましょう。あ、黄色が攻めてきてる。まずいな。黒ちょっと押され気味じゃない？大丈夫？あ、でも一応ポイント的には黒は2番目ぐらいかな。もう一回攻めるみたい。ガーっていこう。とにかく敵をキルして、土地を自分のものにする。これ、こいつか。よし、オッケー。次は誰だ？危ない。引いた方がいいな、これ。一番戦う、これ味方が全然いないじゃん。味方というか、味方はいるんだけど、同じパーティーメンバーの人があんまりいない。まず攻めてきた。一旦引く。向こうでもやってるね。うちのパーティーメンバー多分あっちでやってんのかな、もしかして。何人かいるけど、ここに。ピラシングタロン、ピラシングタロン。ピラシングタロンが届かないね。難しいね。引こう。あー、死んだ。今一人死んだね。こっちも下がってるね。攻めてきてんな、敵が。どこまで引くんだ？どこまで引くかは味方次第だけど、あそこに赤が2匹ぐらいならうちらでも倒せるのではないでしょうか。おっと、はい、よいしょ、オッケー、ドラゴンダイブ、よし、どんどん殴れ、どんどん殴れ、相手も必死、逃げてる、あー、クソ、バインド食らった。何、どっからだ。あー、ここにいたのか。で、死ぬとですね、5秒後に復活します。お、軍師がいる、軍師というか合図してくれる人がいたね。挟まれます。遅いですというか、もう私は死んでしまったのであまり関係のない合図。あ、晴れた。で、死んだ回数によってどんどん5秒ずつ、復活できる時間が遅くなっていくので、なるべく死なない方がいいです。今5秒で済んでるけど、次死んだら10秒復活できません。で、今は誰とやれてる？は一人か。おっと、いける。オッケー。青ネームがいるので、パーティーメンバーが、おっと、戻ってきたな。あー、いっぱい来たわ。ちょっとまずいかもしれない。どうする？みんなどうしてる？結構攻めてきたな。なるべく爆を入れて戦ってあげたいんだけど、よし。早いね。これが鮭の皮です。あ、切れてった。鮭が終了。誰か死んだね。結構追い詰めてんね。多分あれは任せて大丈夫かな。よし、オッケー。ナイスです。今、うちらが不滅だよね。そうだよね。黄色で、向こうが赤だってことは、こっちは必然的に黒になるわけだから。あー、攻めてきた。ちょっと PS がないんで引きます。引き気味で様子を見ながら、投げる。やっぱなー、ちょっと PVP やるんだったら、ちゃんと自分の使い慣れたやつでやりたいなー。竜騎士は全く使ったことがないんで、気功で行きたい、気功か踊りで行きたいんだけど。攻めてきてるね。ちょっと逃げましょう。もう、だいぶ離れたからマウント乗ってもいいんじゃないか。おっと、うわ、まずいね。このマウント乗ってる状態で攻撃食らうと足が遅くなるんで。よしよし。わー、来たなー。結構来たなー。痛い。まずいね。一応契約はした。くそー、これって近距離ジョブの PVP の使い方わかんねー。いけるか?あー、黄色も攻めてきてる。よし、オッケー、深追いはしない。なんか食らった。向こうか。契約、他の、国が契約してる土地を奪い、
返せるのかな、これどうなんだろうね。とりあえずここら辺を制圧したのかな。まだいる、見えないんだけど。あー、なくなったね。あのマークがあるやつを制圧していくんだろうと思うんだけど、まあ、とりあえずね、 PVP も最悪誰かについていければまあ大丈夫、やりながら覚えればいいし。遠いな。あー、こっちから攻めてきたか。引いたね、引いたね。あ、まだいるぞ、あっちに。くそ、むずいな、使い方が分からん。これはちょっときついな。うん、深追い注意、深追い注意って言われました。 OKOK、 今の全体チャットなんで、全体チャットというかアライアンスチャットだから。おっと、まずいね、逃げよう。よいしょ、逃げましょう。深追いして孤立すると死ぬんで、なるべく味方と一緒にいるのが基礎というか肝というか。ただただこれダブルで攻めてきたな、まずいな。どっちから行くべきなんだろうね。ポイント数の高い方を殺すべきなんだろうけど、今並んでるからな、両方とも多分ね。黄色と赤が黒を殺しに来てる。今必然的にポイントが一番高い黒が、ダブルで狙われているということ。とりあえず赤か。うわ、行った。たたたたたた。ただ前線出ないと意味ないんだよな。うお、危ねえ、怖え。見えない、見えない、エフェクトで見えないわ。エフェクトで見えないわ。何撃ってるか分かんない。です。よいしょ。変なとこ落っこちちゃった。逃げろ、逃げろ。あー、まずい。これは死ぬ。しそなかったっけ。軍用ポーション使って、よいしょ、よし、オッケーオッケー。どうにか逃げ切れました。これ一番楽なのはなんだろう、タンクなのかな。ヒーラーが多分一番大変だと思う。すごいな、これ。どうしたらいいの、どっちなの。とりあえずマーカーがついてるやつから殺していくべきなんだけど、あんまり前線に出たくないな。うん、とりあえずピアシングタロンが届く範囲の敵を攻撃したいんだけど、見えないよ、もう何も。危ない、あいっ、あいつ、いてててててて、てマジで痛い。お、重たい重たい重たい、マジで重たい。エフェクトが配信でやるもんじゃねえ。オッケー、やった。むずいね、むずいね、ストライカー。ちょ、危ない危ない、なんかすごい攻めてきてる、なんか。だだだだだ。あ、ちつえな。もうちょっと。重すぎて音ぐちゃぐちゃになってるし、なんかブツブツになってる音が。で、逃げ遅れたやつがこうやって死んでいくんだよね。なので PVP は基本的にパーティーで固まって動きましょう。お、いいね。おっと、これはレンジか。レンジめんどくさいな。深いは禁物、逃げましょう。上に逃げちゃったけど大丈夫かな。ここから降りて OK。 まずい、結構来てんな。あー、死ぬ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 、やれ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 、しくった。移動速度低下になった、最悪。どうしよっかな、大丈夫かな、大丈夫そうだ。よし OK。あ、向こうでもう戦争が始まっちゃってるわ。もうちょっとガーッといって。どっちからだ？どっちだ？黄色か赤か、黄色かな？黄色かな？
して。あんま終わらない方がいいな。もうみんな撤退してるわ。オッケーオッケー。なんだ今のは。よいしょ。なるべく味方と行動を共にしようね。ん？こっち側なんだ。あ、ここにもあんのか。なるほど。これでこの土地はうちらのものになったのかな。まだ契約している最中かな。あ、オッケーオッケー、うちらのものになりました。これでうちらのもの。あ、まずいね。攻めてきた。逃げよう逃げよう。深追い注意。ちゃんと叱ってくれる人がいるありがたみ。大人になるとね、やっぱりね、あんまりこう嫌われたくないとかね、仲違いしたくないとか傷つけたくないとかで、叱ってくれる人が減ってしまいますよね。こうやって深追い注意って怒ってくれる人がいる、そういうありがたみを感じられる温かい RPG MMORPG FF14、 ぜひみんなも、プレイしてみましょう。フリートライアルレベル35レベルまでは無料でできます。レベル30からこうやって PVP もね、遊べるんで、新しいコンテンツやってみたい方はぜひ、こちらの方もお楽しみくださいという宣伝でした。私は逃げます。基本的に根がね、あまり人と競争 したくないタイプだから PVP 向けの性格はしていないので、全く攻撃をしてないように見受けられるんだけど、必死にね、槍を投げようとしてんの。でも届かないんだよ、この槍が。この槍の届く長さは半径いくつ。一回、あ、くそ、バインドクラット、忘れて、痛い、帰ります。痛い、死んだら元も子もないんで、死んだらポイント変、なるべく死なないように立ち回りを気をつけていきましょう。重たい。あまり無理をしちゃダメですね。何事も無理は良くない。人生も同じ。実質 FF14 は人生、そういうこと。重たいよマジで。やっぱ人生だね。人生も重たいから。もったいな、本当に。ピヨピヨした、ピヨピヨした。痛い、帰るわ。じゃあな、定時なんで。よいしょ。もうエフェクトがすごくて見えないから、じゃあ一回切るわ。バトルエフェクトのオンオフ、あ、落ちちゃった。いた。バイオが食らいました、どさくさに紛れて。あれ、これオンオフにできないの。自分のオンオフか。一回引こう。敵からの継続ダメージを食らった。あ、契約し直されてる。浮気よっ。結構ね、物陰に隠れたら視界が塞がれてターゲティングできないとかあるんで、こういう岩陰も利用していきましょう。これで近寄れないか。うまく終わったわ。勝った？あ、しかもレベルアップしたわ。あー、負けた。負けました。なんと一時最下位だった、ソージャ島がまさかの大逆転1位。なんてこった。オツでした。ちゃんとお疲れ様でした。言いましょうね。いないけど誰も。ね、うちらがいたのは不滅隊だね。まさかの1位から最下位に転落してしまいました。で、今これ、イニシャル表示してるから見えないんだけど、自分の、戦績がここで見ることができます。総予ダメージが低いね。33,000。一番キルしてる人は16キルもしてる。すごいね。16キルして1回も死んでないよ。アシスト23かもしれないし。この人強い人ですね。ヒール量もえげつないですね。竜騎士だ、しかも。かっこいいな。いいな、強い人ね。かっこいいね。こうやって見ることができます。悲しいことは私は0キルだったけど、まあ0キルもザラーじゃねえと。ね。キル中もいれば、土地を確保する係、で、戦況を見て報告する係と、まあ、ね。それぞれ自分の役割を行えばいいんじゃないかなと思います。さあ、誰もいなくなったんで、帰ろっかな。ちょっと写真だけ撮るか。待って。押して。よし。インサートして。こういう感じで。オンサルハカエルナウみたいな。大事。インサート。
まあちょっとね、難しいんだけど、とにかく同じパーティーメンバーの人についていって敵を攻撃することができれば、動き的には問題ないと思います。ね、みんなと同じことをしておけばいい。ね、日本人的な行動をすればいいよ。右へ習いで攻撃し、右へ習いで逃げ。ね、右へ習いで前進する。ね、慣れてきたらちょっと、個性出していって、裏側から突していったりとかしていくのもありなんじゃないかなと思います。ね、レベルも上がりました。25じゃない、35レベルになっちゃいました、ついに。ね。で、戦績も、ほら、ね、1000もらいました。よいしょ。ちょっと、これを見てください。見づらい。ね。対人成績を、まず、この、デイリーチャレンジ、フロントラインを回したことによって1000ゲットしました。で、負けたんですけど、まあ、残念賞として戦績を500手に入れたので、現在手元には戦績が1500あるという計算になっております。勝ったら多分1000ぐらいもらえるんじゃないかなと思いますね。なので、勝ちを目指して、また挑戦するのも、ありなのではないでしょうか。ちなみに、普通にすると、みんなオンサルに行くんだ。私は、砕氷戦っていうか、こっちの方が好きなんだけどな。こっちは30分以上かかるね。やっぱみんな新しいコンテンツに行きたいんだろう。きっと。はい。というわけで、一旦 PVP の方は終了とさせていただきたいと思います。各自ね、気になった方は、それぞれ攻略動画を上げてくれてる人がきっといるんで、そっちを見た方が早いと思います。今後ね、バイモノちゃんはこっそり裏で、0時になったら PVP をやってる可能性もあります。成長層行って、そうするか。で、次はですね、分解のクエスト解放をします。長い。今日ちょっと PVP に時間をかけすぎた。ね、すまない。すまなかった。PVP 長すぎた。ちょっと。説明もぐちゃぐちゃだったし、雰囲気でさしてほしい。もはや。中皿の北？次は分解の、クエスト解放をさせていただきたいと思います。割と序盤の方でマテリアについての、クエストをやったと思うんですけど、そこと同じ場所で分解のクエストを受けられるんで。よいしょ、せっかくだしチョコも乗ろう。ここだね。思いを束ねる力。あ？待って、思いを伝える力。束ねるのが何？これ分解だよね。いやでも、束ねるのに分解する？わかんねえ。ちょっと不安になってきたわ。不安です。思い紐解く力、あー、わかった。ごめん、すまない。クラフター30にならないと分解できないわ。だから、とりあえず、伝える力だけ、ちょっと、束ねる力だけを聞きに行こうと思います。これなんだろう？これ何のクエストだろう？分解クエスト今日できないわ。クラフター30になってなかったので。クラフター30になったら、また説明を再度しようと思います。とりあえずアイテム分解マテリア系はだいたいこの、ここだね。何？のろしの丘っていうところで、受注することができます。何？これは。このクエストなんだい？うん。ココサム。あー、マテリア技術。あー、活性化してきたと。うん。どんなマテリアが生まれるか運次第、武具を強化したくても好みのマテリアが手に入らないと装着しようって気も起きやしね。5つのマテリアを合成して異なるマテリアに変容させる技術。あー、これか。いわゆる、マテリアガチャですね。いらないマテリア5個をメタミックスに渡すと、新しいマテリア1個と交換してくれるってやつですね。うん。まあ、ただ今の時点でいるかどうかだね。まあ、不要なマテリアか。まずマテリアが1個しかないな。装備からマテリアを錬成しようにも、この錬成度が100になってないとマテリア化できないんで、あ、これはマテリア化できるな。いらない装備あったかな。71、0、0、100。あー、でも、後々使うからなー。ファイター系ね。使う可能性あるしね。うん。
まあ、要するにいらないマテリアをこいつらとして、新しい、お乳のマテリアにしてくれると。ね。で、どんなマテリアが生まれるかはわからないけど、まれになんか、元の不要だったマテリアよりもレアリティの高いマテリアが手に入る可能性もありますっていうことです。ね。まあ、無料で引けるガチャみたいなもんだわ。分解は終わりです。分解できなかったし、しかも。受けるな。分解できなかったわ。で、じゃあ、あとはギャザクラ、各、ギャザクラの解放というわけで、一旦、デジョンします。グリダニアに帰ります。このギャザクラの説明のために、私は木工士と、園芸士をもう解放しておいてるんだよ。先にこっちからやりたかったんだけど、なんか、都合上漁師から始めてしまったんだよね。ぐだぐだになって申し訳ない。本当は、なんだろうな、動画とかだったら組み直してやれるんだけど、もう、ちょっと、そんな気力はもう受けないので許してほしい。で、ですね、メープル材を持ってこいか。今ですね、クエストがちょっと溜まっておりまして、よいしょ。はいと。ね。これはギャザラー、園芸士っていうギャザラーね。草とか木とかを、取ってくることができる、ギャザラー。ね。石とか採掘したいときはこっち。採掘士の方。ね。で、今、メープル材を持ってこいって言われてるんだけど、メープル材が手元にないと。ね。買うのは嫌だなってなったら、メープル材ってさ、今手元になかったっけ？木。置いてきちゃったかな？置いてきちゃったか。で、ちょっと、取ってこうと思います。園芸士になります、まず。ね。あんまり見た目変わってないんだけど。で、これをこっちに変えてと。よいしょ。ね。で、あとこうか。はい。ね。これ、ハチェット。武術士とは違う。木を切る用の斧ですね。武術士とか戦士って呼ばれてるジョブクラスのやつは敵を切るための斧を、背負うんですけど、園芸士は人を傷つけるものではなく、自然を刈り取るための形をした斧を、持っています。背中に背負っています。でですね、園芸士とか採掘士になると、こちらのナビマップ。よいしょ。ナビマップに、採掘、採集ができるポイントが黄色の羽のマークで描かれます。ね。で、現地に行くと、こういう風にピカピカ光って、両木とか、いい岩だよとか、いい木だよっていうのをお知らせしてくれます、フィールド上で。ね。で、まあ、これは普通に戦闘ジョブだと何もなくなるんですけど、ね。これを見ることができるのは園芸士とか採掘士だけです。これにアクセスすることによって、この木から、これだけのものを入手することができるんですけども、両木にも HP っていうものがありまして、この木一本から取れる回数が決まってます。で、今回メイプル、材にするためのメープル原木が欲しいんで、メープル原木を1、2、3、4と。取れなかった！うん。取れなかったのは私のレベルというか獲得力と識力が、識出力が足りなかったからです。これを上げることによって、アイテムの獲得量が変わります。なんで、いい装備をつけましょう。ね。とにかくいい装備をつけましょう。あとは、あとどこかな？あとこっちかな？こういう風にちょっとなんか分かりにくいなって思ったら、アーバーコールっていうのを使いましょう。ね。ちょっと位置が見にくくないですかと思ったら、このアーバーコールポチッと。押すと、今一番近いところです。なんつった南に南西に32メートル行くと、こちらの原木がありますよって教えてくれるスキルがあります。まあ、ただ、私は方向地なんで、南西ってなんだよってなったりとかもするんだけど。南西ってどこで？南とか北とかわかんねえから、右か左で説明してくれねえかってなるんだけどもね。はい、というわけで、ナビマップをこちらに戻します。
どんどんメープル原木を、取っていきましょう。取れなかったのは、頭が悪くて腕が悪いからです。なので、頭を良くして腕を上げましょう。ね。それをするためには、レベルを上げて、いい道具、いい装備を、セットするのが手っ取り早いです。ちなみにですね、戦う力ないんで、うっかり攻撃しちゃうと、ちょっと大変です。ね。オートアタックしかできないんで。もしうっかり敵に見つかったり、間違えて、敵を採集しようとしちゃったら、逃げてください、すぐ。ね。こんなで死ぬのはバカらしいんで。逃げましょう。ある程度、離れれば、ターゲットは切れます。あ、OK です。で、ここはまだ安全なんだけど、例えば、どこかな？今レベル9でしょ？ここら辺かな？ここら辺使えるかな？スニーク。どう？バレないね。バレないね。多分スニークを解除したらバレるんだろうけど、てかこれスニークのエフェクトだったんだ。な、これ何かなと思ったんだけど、前まで、スニークに似たスキルって、なんか、半透明になって、強制的に徒歩のモードになってたんだよね。走れなかったんだけど、今は、こういう模様が出て走れるように改良されたみたいですね、スキルが。はい、で、今スニークを解除したら、速攻で襲われました。やっぱりスニークの効果は、ちゃんと効いていたようですね。スニークは自分のレベルプラス4以下の敵に襲われなくなります。ね。なので、9、プラス4。以下の敵にね、近づいていっても問題はないということです。4レベだ、今自分が9レベで敵は4レベね。全然問題ないと。これ解除したら、こうです。もうすぐこう。逃げよう。逃げましょう。帰ろ帰ろ。でですね、メープル原木を取得できたので、次は木工士になって、こちらの、見づれな。ここにさ、全部手帳を置きたいんだわ。こう。あ、これ、討伐帳置いてあったらいいや。よいしょ。よいしょ。で、木工士になってね、メープル原木をメープル材に、作り変えようと思います。とりあえず、ギコギコする。ね。工数は、まあ、これがマックスになったら完成しますよってこと。耐久は、そのまんまだね。40分の30。1回の制作で10使用するんで、4回失敗したらダメです。4回以内に成功させましょう。まあ、最初は問題ないでしょ。何もつけてなくても。ね。で、レベルが増えて、いくことによって、レベルが上がっていくことによって、作れるものがたくさん増えていくので、とにかく、最初は、まあ、あ？足りない？あー、3本いんのか。なるほどね。原木が3本いんのか。ってなったら、材料が足りなくなったら、園芸士になって、裏側かな。自分で材料を、取りに行くもよし、マーケットやショップで、まあ、お金を犠牲にして買うもよしと。で、メープル原木だけ欲しいってなった時に、カチ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 連続でクリックするのめんどくせえってなったら、この選択したアイテムを簡易採集するにチェックを入れると自動で全部これにしてくれます。もうこのマウスから手離してます、今。楽ちんだね。こんな機能なかったよ、この間まで。ね。ありがたいですね。で、レベルが上がると、最終もね、ギャザクラとか、もうちゃんとスキル、っていうのがあってですね。さっき、南西32メートルに、いい木があるよって教えてくれたのは、このアーバーコールってやつです。ね。アーバーコールもレベルが上がると、もっとレベルの高い、木の位置とか、草の位置教えてくれるようになります。フィールドマスタリーは、獲得率を 5% アップしてくれるんで、ありがたいですね。今22しかないんで。22プラス 5% にしてくれます。で、2になると 15% アップしてくれると。ね。
っていう風にレベルが上がると、使えるスキルもどんどん増えて、アイテムを取りやすくなります。同じようにですね、クラフターも、よいしょ、スキル回しというものがありまして、ただ、ね、加工して作業すればいいってもんじゃないんですよ。ね。これはですね、成功率 100% だけど、効率は100しかないと。ね。で、どれかな特貫作業っていうのはですね、成功率が 50%、半々、五分五分の代わりに効率が、250ですね。だから、これ、成功したら一発で全部、作業が完成するっていう、ね。可能性もあります。ちょっと水飲まして。はぁ。で、加工っていうのも今後使うことになると思います。HQ で納品してくださいってなった時に、どうやって、ものを HQ で作るかっていうと、この加工の、やつを上げる必要があります。ね。アイテムを加工することによって HQ に高めます。ただ、加工も、耐久を使うんで、耐久がゼロになってしまったら、アウトです。失敗です。しかも、下にあるこの紫、見えないわ。ちょ、ごめん。どこに置こっかな。キャラクターパラメーター。ここに置いとくか。あ、これ、見えないわ。今、ちょっと一時的にこうするんだけど。ギャザラークラフターは、HP の、隣にこの紫の CP、GP っていう、パラメーターがあります。ね。今は木工士なんで、ね。よいしょ。ここに書いてあるんだけど、作業は CP を使用しません。耐久だけです。耐久を消費して作業だけ。なんか、BGM なくなっちゃったね。で、加工は CP を18消費し、さらに耐久を10消費して、HQ、品質を上げる、ものになっております。なので、この CP をいかに温存し、また増やすかっていうのが大事になってくるんだよね。耐久だけを気にしてたらダメです。この CP にも気を配ってあげましょう。で、CP の上げ方は、やっぱり装備とレベルです。装備とレベルの質が上がると CP も、増えていきます。ので、まずはひたすら、レベリングですね。作ったことないやつを作る。ね。材料は自分でギャザラーになって取ってくる。ね。切っても切れない関係というわけです。おすすめはね、園芸士になったんなら木工と、革裁縫を重点的に上げればいいんじゃないかなと思います。余裕があれば錬金術も。あげておきましょう。蝶でもそこそこ使うし、使うんだけど、ちょっと、あんまり気が乗らないかな。一番私、気が乗らないのは甲冑かな。一番気が乗らないかな。で、まず、これを戻させて。ちょっと邪魔。これを、90にしてた ?90 ぐらいかな。で、下に戻すと。こうやってちまちまやるのは、めんどくせえよな。めんどくせえよな。だから、効率的な上げ方としましては、ちょっと一回戻りまして。あー、満足いけたかな？満足レベル1からいけたかな？おっと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 。よいしょ。この一連の流れが終わったら今日の配信は終わりにしたいね。よいしょ。じゃあ走りましょう。あるかな？総社島のところなんだけど。まだないかな？ 30、あ、そうか、竜騎士になったのか。またいっぱいなんかクエストがあるんだけど、ちょっとここら辺は、あれ？探検手帳。ああ、そっか、探検手帳か。ちょ、ここら辺も後ででいいな。また次回でもいいな。意外とね、なんだろう、35までにできることってたくさんあるんだけど、あ、え、イクサル族のクエストどこだ？イクサル、蛮族。
クエスト。よいしょ。クラフターになんないとダメかな。よいしょ。とりあえず、今メープル剤作ったからこれを私に行こう。もしかしたらまた、一番最初の呪縛絵は完了させておかないといけないシステムの可能性もある。よいしょ。この人が、木工師のギルドマスターベアティヌ先生です。メープル剤の材料となるメープル原木は木工師ギルドの入り口にいるフェディオールから購入することができますよ。親切。ふふ、あなたがどんなメープル剤を持ってくるか楽しみです。私は自前で用意したメープル原木から作ったメープル剤を渡します。見てくれます。うん。愛を感じます。あなたの愛。このメープル剤に、ああ、この木目詰まっています。ちょっと独特な先生なんだよね。ほら、この木目、シロップのように柔らかいでしょ？メープル剤の特徴はこの独特な木目。そして扱いやすく丈夫な材質。武器や防具で幅広く使えます。こうして原木を製材することで、その木目からその木の特徴を知り、どんな用途に適した素材なのかを考える。それが木を知ることであり、木工師の第一歩なのですよ。あなたはノコを使って木を知ることができた。新米木工師の第一の城を無事乗り越えたようですね。うんと。いいでしょう。その調子で夢にメープル剤が出てくるほど、メープル原木を製材した頃、その時第二の試練を出しましょう。ふふ、ふふふふふ。というわけで次はレベル5で受注できます。で原木とシャードいっぱいもらえるんで、これで好きなだけ、メープル原木からメープル材を作れというわけでございます。ウィンドシャード150、アイスシャード100、メープル原木30手に入れました。ね。好きなだけ、メープル材を作ることができます。もう取りに行かなくていい。ありがたいですね。ね。まあ、でもただね、作る、脳死で作業してるだけじゃあんまり経験値は効率よくたまらないので、とりあえずレベル5にする必要があるな。で、増えてます。実は。ね。レベル10になるとアッシュ剤ってのが作れるんで、次はこれをいっぱい作るのがいいんじゃないかな。で、今作れそうなのはこれかな。クロックを作ってみましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ね。新しいものを作ると、ボーナス経験値が入るんで、レベルも上がりやすくなります。ね。どんどんこういうのを作っていくのもいいんじゃないかなと。ただ今はちょっとそれをしている時間はないな。イクサル族クエストは何歳からできるんだ？何歳って言い方もあれなんだけどさ。よいしょ。ちょっと調べるね。これが一番、効率よく、クラフターのレベル上げることができるんだけど、なるほど。ちょっと今、ストーリーの進行度的に、クリアフラグが足りないみたいで、イクサル蛮族のクエストが出ないね。イクサルの蛮族クエストが一体何かっていうと、効率よくクラフターの経験値を獲得できる、クエストになっていますね。蛮族って今まで見てきた中の蛮族だと、みんなやっぱりシルフ族以外はみんな好戦的で、人とはなんか合わない人、ま、目の敵にしてる奴らが多かったんですけど、たまに、人と仲良く手を取り合って、お互いの未来のために、行動をするという蛮族が、の、群れがいます。ま、人間の中でも日本人とかアメリカ人とか、中国人とか、ロシア人とかいろいろあるように、イクサル族の中でも何々派閥とかそういうのがあるんだよね。で、友好的な派閥が、クエストを出してくれて、それをクラフターで受注して、望まれたアイテムを作って、手渡すことによって、経験値をたくさん獲得ができるというわけです。ね。この緑のやつはイベント用のアイテムですね。ある程度信頼度がこういう風にね、
評判がまだないわ。ある程度信頼度がたまると、次の、段階に進めるクエストが発生して、じゃあエイカトルの機関部材を作って持ってきてくるよなって言われるんで、これを作って持っていくと、じゃあ新しいクエストをやるからよっつって、ね、そのクエストがさらに、経験値が倍になってると。ね。どん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 信頼度上げていって、最終的には、まあ、重要部材を任されるまでに信頼されるというわけです。っていうのが、まあ、蛮族クエスト、結構ね、種類がいっぱいあって、全部説明するのは一気には難しいんで、とりあえず、イクサルはクラクターっていうふうに覚えてくれればいいです。ね。ただ、ちょっとストーンビジル、ね、該当の、クレアフラグが必要なクエストはレベル50ぐらいの、確かレベル40、50ぐらいのやつなんで、相当先かな、イクサルできんのは。なので、とりあえず今は、チーブじゃなくて、攻略手帳どこ行った？これ、あったわ。とりあえず、こういうのを、目安に、作業していった方が、ギャザクラは効率的に上がるんじゃないかな。見たことないやつを採取する。作ったことないやつを作る。で、作ったやつを、どう処分したらいいのか。っていうと、売ればいい。売ればいいです。以前解放したリテーナーという、ものを預かってくれる人たちが、いるんですけど、その人たちにマーケットに出品してもらって、売ることができます。ただ、まあ、低レベルアイテムはろくな値段で売れないので、難しいんだよね。なので分解。元の素材に分解するっていう技が欲しかったんだけど、それもまだちょっと取得ができないので、今は眠らせておくが吉かな。今だってクルタをさ、クルタじゃなかった、クロックをマーケットに出品したところで、あれ500円になるのか、でも買う人いる？一応500円で出しとくか、じゃあ。とりあえず出しておいてもいいと思います、もう。めんどくさかったら。ね。これもいらないから出品しとこう。1円にしかなんでは、まあ出しとくわ。誰か既得な人が買うかもしれない。逆にこういう原木とかの方が、売れる可能性はあると思うんだけど、まあ、メープル原木は誰でも取りに行けるからね。これが、例えばレベルが高くなって取りに行くのが難しいってなると、どんどん単価が、上がっていって、それが売れるとお金になると。そういう金策の仕方もありです。金策もいろいろあるんだよね。ね、例えば、だから、こういうのは自分で作れるから、そうね。神図を、ちょっと、着てみようかな。じゃあ、試着。ね。種族ごとに神図は、デザインが違ってて、巫女ってはこういう、ね、背中が開いてるおしゃれな、ちょっとしたシャツみたいな感じのやつ。ね。これマーケットだと500円、あ、違う、5万円で売ってるんですけど、これぼったくりで実はぼったくりで、裁縫師を取得していれば、レベル1から作れます。なので、マーケットの値段だけに騙されないようにしましょうね。なので、ギャザラーとクラフターを自分でするのは、ぼったくられないためにも大事なことです。カモにされないために。ね。エオルゼを楽しむために、そしてカモにされないために、自分でギャザラーとクラフターを上げてみましょう。ね。なので、一回、ウルダハに行きます。まあ、120ギルぐらい払ってるか。ゴールド操作を経由すればただなんですけど、もう時間が時間なので、今日は120円を払います。よいしょ。で、まあ、園芸師とも相性がいいです。布系ってやっぱり草から作られるんで、園芸師は草をね、取りに行ける。ギャザラっていうジョブなんでね。木工、裁縫、あとは木工、裁縫と、革と相性のいいジョブになっております。ね。よいしょ。で、裁縫、あったあった。
これはね、全部同時に言い上げるってなるとちょっと大変なんで、ある程度目標を持ってそこにちょっとずつ前進する感じにした方がいいと思います。いきなり、例えば裁縫全部か、あの、裁縫じゃなかった。クラフター全部乾燥させるぞってなると、今、乾燥のレベルが80なんで、これ全部一気に80にしようと思うと心が折れるんで、例えば園芸を15上げたら次はじゃあ、裁縫を15上げようかなとかそういう感じにした方がね、ちょっと気が楽になるかと思います。あとはストーリーの合間に、こういうのを楽しんだりとかね。よいしょ。まあ、このちょっと文章も、都合上飛ばさせていただこうと思います。はい、この人がレドレントローズさん。前回の配信の時にも出ましたね。イベント。シーズナルイベントで。この人がギルドマスター。美しすぎてよく踊り子と間違えられちゃうのよね。でも間違いなく私がギルドマスターよ。あなたは入門規模の冒険者さんね。ナイトチェック来ました。入門したい？はいと。そう、いい返事ね。素直ないい子は出すよ。裁縫師ギルドに入門することを認めてあげましょう。ルガディン族男性のオカマです。裁縫師のひなチョコボちゃんにはこのウェザードニードルあげるわ。初心者用のぬいばりを。まずはこのぬいばりを装備しらっしゃい。装備できたらもう一度私に声をかけなさいと。いうわけで、シャードと、ぬいばりとそれからギアセットが追加されましたね。オッケー。で、こうすると。で、忘れずにギアセットを登録しておきましょうと。ぬいばりちゃんと装備できたよね。いいこと。針は裁縫師にとって一番大事な道具よ。乱暴に扱ったりしたら針に片落としがチクチクお仕置きしちゃうんだから。身支度もできたことだし、まず草糸を作れ。草糸は木を糸を紡いで作る糸と。ライトニングシャードも必要よ。はいと。まあ、ギャザラーを持ってるんで、自分で取りに行くのもいいんだけど、今回はめんどくさいんでここで買えます。もこぐさから作るって言ってたので、もこぐさをいくつ買うかっていうと、2個。2個買います。まあ、4円だからやっぱ。テレポ代を考えたら4円で済むならそっちの方がいいやろ。で、もこぐさを2個消費して、作業を使ってチクチクと草糸を作りましょう。イエーイ。で、さっき言ってた、カミーズ。ね、レベル3で、レベル3で草糸と草布があれば、ね、作れますので。まあ、5万円を出して買うものではないです。あれは完全に初心者ぼったくり用に出品してるやつですね。気をつけましょう。ね、カミーズはレベル3で自分で作ることができます。よいしょ。騙されないようにしよう。よいしょ。あれだ、この草糸とっても滑らかね。あなたが丁寧に詰めたらよくわかるわ。草糸は縫い物をする職人にとって最も基本的な材料の一つなの。たかが糸と思うかもしれないけど、とても大事なことなのよ。覚えておいてね。どんなに綺麗な布があっても、不揃いな糸じゃいい服は縫えないわ。あなたの作った糸はまずまず合格ね。この間の素敵なお洋服が縫えそう。この調子でいっぱい草糸を作って練習しなさい。作って作って、作り飽きた頃に新しい課題をあげましょうと。あなたが腕を上げてくるのが楽しみだわ。うふふ。だいたいね、レベル5とか10刻みで新しいクエストが、発行されるんで。それを目安にやっていきましょう。今、レベル3です。今、こういう感じになりましたね。採掘、ま、全部容量的には同じです。ギャザラーは、物を取ってこい。で、だんだん HQ 取ってこいとか、HQ99 を取ってこいとか、なってきます。で、一応、ギャザラーとクラフターにも、他の、例えば、竜騎士と同じように、それぞれのストーリーがあります。ね。この人たちに関わっていくことによって、例えば、裁縫だったら、お客さんが来て、ちょっと晴れの日に着る衣装を一品仕立ててほしいっていう依頼者が来ると。ね。じゃあ、ちょっとあなた、せっかくいい機会だから、その晴れの日の衣装を仕立ててご覧なさいって言って仕立てて、行って、まずまず合格ね、いいわよって言われて、で、依頼者さんが喜んでやったと。で、そこからまた、噂を聞きつけて新しい依頼が持ってこられるとね。そういうふうにだんだん裁縫師のね、としての腕を上げていって、ついにはギルドマスターからあなたにはもう何も教えることがないわね、って褒められたりとかするわけですよ。ちょっと説明の仕方がだいぶ雑なんだけど。それぞれ固有のクエストがあるんで、
ぜひ見てみてください。中にはね、メインクエストに結構絡んでくる、ギャザラーとクラフターの呪縛絵もあるので、あげておいて損はありません。ぜひ、ギャザラーとクラフターもやってみてください。バビモノちゃんの方もちょくちょく、やっていきたいとは思っております。自分で作った方がやっぱりいいしね。ある程度はね。うん。ね。作って人にプレゼントするもよし、マーケットに出品して金作にするもよし、自分で来て、ね、自分のものは自分で作ろっていくっていうのもよしと、ね、いうわけでございます。ね。自分で全部作れてしまえばお金もかかんないわけだからね。テレポ隊ぐらいだから。ね。ふぅ、こんなもんかな。なので、大事なのはバトルジョブだけじゃない。ね。こういう生産系のジョブも、大事になってきますよ。と。ね。そういうことを言いたかったわけでございます。漁師、あ、しくった!まだ間に合うか!漁師、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 漁師。リムさん、リムさん、リムさん。1時になったら、オーシャンフィッシングやるって言ったじゃん。忘れてたよ。すっから焦った。まだ間に合うかな?マッチングするかな ?24 人。いけっかな ?30 分経ってっけど。ある程度もう、一段落ついちゃった後かな。ひぃ。しくったー。行きたい行きたい行きたい。もう間に合わない。もう間に合わない。もうダメ?もうダメかな?もうダメかなぁ。くそぉ。ちくしょうめん。ちょっと行くだけ行くか。はぁ、あ。やりたかった。やりたかったんだが。くそぉ、忘れた。すっかり忘れたわ。すっかり忘れてました。しかも長い。キテンさん、20分まで。あぁ、20分までなんだ。受付時間20分までなんだ。マジか。じゃあ今日こんなもんかな。じゃあ、とりあえず現場待機するか。とりあえず現場待機しとくか。くそ。まあでも今日教えるべきことは全部、できたとは思います。オーシャンフィッシング、ね。ギャザーラー&クラフターの解放と、それによるメリット。で、分解はできなかったんで申し訳ないんですけど、また次回、まあいずれの機会かに。で、PVP も、ある程度はまあ分かってくれたと思います。ね。分かんなかったら味方についていく、敵をキルする、自分がキルされないようにするという、この3点だけを覚えておけばいいと思います。ね。ほんとだ。びっくりマークついてないわ。はーん。残念です。今日はできなかった。あ、サメ。かわいいね。超過点5000ポイント貯めるともらえるやつですね。はい。というわけで、本日はこれぐらいにしておこうかなと思います。で、問題は次回なんだけど、一応フリートライアルでできる部分はほぼ、教え終わったと思うんで、今後は YouTube の方で、がっつりとメインクエストを進めていきたいなと思ってるんですけども、スケジュール的にどうすっかな。一番いいのは、サンプラが配信していない水曜日に配信するのがいいんだよね。個人的には。なので、毎週水曜日は、バビモノちゃんかニモノが配信していることになるね。で、まあ、どうせ無職になったんで、昼、わらわら。ね、どうせ無職になっちまったので、昼とか、日の高い日に、時間から、ガッツッとやってもいいかなとは。休みはきちんとそう、そうなんだよね。ちょっと今、企画していることがありまして、ちょっと見てほしいんですけども、間違えました。画像。もうサムネは一応作ってあるんだけど。昼やると別のリスナー増えるかも。そうなんだよね。そこある。午前中と午前のリスナーとまた夜の層とね、違うから、午前リスナーを獲得するのもありなんじゃないかなと思うんだけど、私がそれを、一体どのぐらい続けられるかなんだよね、問題はね。一体どこまでやっていけるかなんだよね。で、よいしょ。はい。はい。というわけですね、新しい、企画、
これはね、バビモノちゃんじゃなくて、まあ、バビモノちゃんの本家と言っていいのかわかんないんだけど、煮物の方で、やろうと思っております。おはにも、今日は一日何をするっていう、ね。下にタイムスケジュールが載ってると思うんですけど、ちょっと見づらいと思うんで拡大して、見ていただこうと思います。はい、よいしょ。まず2時から9時までは睡眠の時間としましてですね。で、9時から9時半に、この、おはにも配信を、しようかなと思っております。ね。で、まあ、作業して、昼休憩して、作業かゲームして、眠くなったら、まあ、1時間ぐらい昼寝取ったりとかして、で、夜、夕方から夜に放送して、晩ご飯休憩して、また作業と配信と、作業と、ね。っていう風なタイムスケジュール、1日のタイムスケジュールを、していこうかなと思うんです。ね。で、配信をするって言ってしまえば私は曲げられない性格なんで、朝起きれるんじゃないかなと企んで、いるわけなんですよ。ね。なので、おはにも配信と。ね。おはにもと。まあ、いわゆる他のリスナーじゃなくて V さんがやってるラジオみたいなもんかな。ね。朝からやるラジオみたいなものを、今後やっていこうかなと思っております。ね。で、そこから、ね、このどっちかの、二つある作業のどっちかに、まあ、FF をやってもいいかなと思っております。何曜日にやるかなんだけど、難しいね。今まで通り、課金で午前にする。とかね。っていうのもあり。だから、そうすると、月木動画、自由になると。ね、その間に作業ができると。あんまりね、毎日、配信してると、今度作業する時間がなくなっちゃうんだよね。難しいんだよね。どうすっかなぁ。ただね、今みんなは夜に来てくれてるわけじゃん。朝に来てくれるとは限らないじゃん、やっぱり。ね。難しい。ちょっとピポってなっちゃったのはごめんね。今、レンソンくんから、DM が飛んできた音だからあんまり気にしなくていい。ちょっとごめんね。ちょっと、あとで。あとで、反応しよう、これは。とりあえず、明日からやるか。明日から朝、明日ね、お母さんいるんだよね。だから、基本的には平日おはにも配信をしたいんだけど、明日はちょっと例外でお母さんが有給を取ってしまっているんで、もしかしたら配信ができない、可能性があるんだけど、そう、おはにも、ね、おはにもをしてしまえば、起きざるを得なくなるんじゃないかと。いつもさ、昼の仕事のギリギリまで寝てたのね。っていうのも、下手に朝早く起きて、作業をしてしまうと、夕方じゃなくて昼ぐらいに眠くなって、一眠りしてしまって仕事に間に合わなくなるんじゃないかっていう恐怖があったわけなんだけど、仕事がなくなったおかげで、その恐怖もなくなったんで、これなら朝9時に起きて別にね、昼ぐらい眠くなって寝ても誰も何も咎めるものは何もないっていうこと。ね。なんで朝早起き、生活習慣を正すいい機会なのではないでしょうかと思っております。ね。だからこれ終わったら速攻で寝ないといけないんだけど。何せ2時から9時の間しか寝れないんでね。で、やるか。明日ね、どうしよう。マジでね、本当に親フラだけが問題なんだよね。これ。ママが、ね、有給を例外的に取ってしまうとできなくなってしまうんだけど、まあその時はその時でいっか。とりあえず、基本的には平日、おはにも配信をサンティープラスの、方でするという感じにして、で、その後、作業なり配信なりを、していこうかな。で、一回、13日の金曜日の午前中に FF14 のメインクエストを進めてみようかな。と、思っております。それで、入りが良ければ、そこで続けていってもいいし、入りが悪ければ夜に帰るのもあり。ただ、
ただ、課金はやっぱり、課金夜23時は17配信の日にしたいんだよね。せっかく来てくれてるし。これ難しいね。これ立ち回りが難しくなってきたね。逆にね、やることが多すぎて。どうしようかな。ちょっと、そろそろね、やっぱり作業もしたいので、作業配信とかも、ね、今後、17でまたやりたいし、雑談もしたいし、やることが多すぎる。やることが多すぎる。毎週日曜日はコードベインやってるし、14日の土曜日はコラボ行くし、水曜日は2週間に1回サンプラがあるし、やることが多すぎる。ちょっとまた、タイムスケジュールに関しては考えようと思います。逐一ツイッターで報告していくんで、ツイッターの方をぜひフォローしてください。割と17のスケジュールをね、書き忘れるのが結構多いんで、17のスケジュールあんまり当てにしないでください。ね。当てにするんだったらツイッターと、あと、私のサイトの、カレンダーの方を当てにしてください。よろしくお願いいたします。とりあえず今日はそんな感じで、明日お母さんが9時に起きてなければ配信します。詰めすぎないようにね。ありがとう。そうね。無職になったからって詰めすぎるのもあんまり良くはないので、ね、一応作業オアゲームとしております、ここ。ね。遊ぶ時間も一応作ってあるから、大丈夫なはず。ね。17時から19時までは包丁の時間にしてるから、ここでちょっとお休みしたりとかね。その後夕食休憩とかもあるし、一応休める時間は取ってあるんで、大丈夫だと思います。このね、無職の間に、進められなかった動画の編集とか、モデル制作とか、ね、やっていきたいなと思います。あと、このさ、今使ってるバビ肉って言ったらあれなんだけどさ、モデル、眉毛が薄いじゃん。眉毛を太くしたモデルに差し替えたいので、それの、作業もしたいな。いろいろやることが多いんで、まあもう、とりあえず明日やるわ。明日おはりもやるから、YouTube のサンティプラスの方の YouTube のチャンネルを、登録しておいてください。今、流しておきます。アドレスを。よいしょ。はい。URL 省略。はい。これが、サンティプラスの方です。私さ、プロフィールにさ、乗っけてなかったっけ、サンプラ。あ、乗っけてないわ、サンプラ。さすがにサンプラの方乗っけてないか。よいしょ。まあ、そういう感じでまとめると、今日は、よいしょ。今日はオーシャンフィッシングやった。ギャザクラの説明もやった。分解はできなかった。PVP はやった。ね。ついていけばいいと。で、明日から平日はおはにもラジオみたいなことを30分、朝の9時から9時半ぐらい。ね。おしゃべりをしていこうかなと思います。例えば今日やる作業の内容とか、昨日どうのこうのがあったとか、そういうことをね、話せればいいなと思います。これはですね、バビモノちゃんの活動量が増えていくのに比例して、サンプラでの活動量が少なくなっていっているので、それを防ぐためにですね、サンプラの活動量を上げるための配信でございます。ぜひこの機会にサンティープラス、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは長々と、説明の方失礼いたしました。本日の配信、ここで終了とさせていただきたいと思います。今後のスケジュールに関しては、またどっかの、ツイッターか、そこら辺で、発表していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今日ありがとう。みんな、ね、来てくれて。もらったギフトのスクショは、また後ほどツイッターの方に貼らせていただきます。ありがとうございました。では記念すべき、バイバイちゃんニート初日、よろしくお願いいたします。おやすみ！バイバーイ！